ラジオ伊集院光とラジオと12月9日水曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。わっしゃーい、アシスタント安田美香です。まあもうみんなマスクするじゃない。そうですね、今ね、そのせいでさ、はい、すれ違いざまにさ、こう挨拶とかしてもらっても誰だかわからないっていうケース結構ない。特に TBS の出入り口で起きるんだけど、ええ、俺はさ、もうマスクも何もさ、その、体があるから、あ、伊集院だったら向こうはなると思うのよ。で、すれ違いざまにペコってお辞儀してもらって、ええ、なんかその目の感じを見ると、明らかに知ってるとか、かなり親しい視線で多分。ああ、もう明らかに知り合い。な感じ、うん、ずーっとわかんない人いない。ずーっと家帰ってモンタージュ写真みたいにもう目だけ覚えてるの誰かなっつって、しくじりそうになったのは、昨日仕事で名古屋行ってて、で新幹線降りた時に同時に降りてきたほぼ同年代のおっさんが、はあ、よーってあら言われ て, かけ て, きて、俺よう、同年代でようって言われる人誰だろう。でもね、はい、テレビを見てくださってる方が親しみを持って言った感じじゃないんだ。明らかに同じ業界の人間でよう、うん、何、うんうん、って言われて、久しぶりぐらいの感じですもんね、うん、なんか、全然わかんなくて、で30秒ぐらいで同じ方向に歩いていくから、ああ、改札に向かってね。サンスなーんつって。もう、ね、天気の話ですよ、そういう時は。うもうね。そしたらね、そう、立川談春師匠だったの。俺ね、立川談春師匠は、落語家時代にほぼ多分同期なんですよ。ああ、そうなんだ。でも俺、それ以来ほぼほぼ会ってないから、ああ。喋ったのなんて、何十年ぶりだろう。え、ちょっと待って。下手すれば30年ぶりぐらいに喋ってると思うんだけど。へぇー。ようだったんですね。まあ、確かにちょっと年も上だし、ちょっとその交番、落語順番も上だから、ようでいいんだけど、ヒントが少なすぎなのよ。かなりこう細い記憶の糸をたどんないと、そう、なんかちょっとその江戸弁感があったから、あれこれ途中から落語か、あ、単純師匠だってなって、変な感じになって、ね、変な感じになって終わっちゃいましたけど、師匠すいませんでしたね。あるそういうこう困っちゃう、マスクで困っちゃう。どうしてんのみんな。あのね、私はサッカー中継の時に、うんうんうん、やっぱり選手ってこう、シーズンが始まった時はマスクをしてない姿で認識してるじゃないですか。で、今、バスから選手が降りてきたところってやっぱりみんな注目するのでカメラが抑えたいんですよね。うん、けどみんなマスクして降りてくるから、わかんないんですよ。どの選手が、うん、どの方かっていうのが、うんうん。だから中継の資料に、マスクしてるバージョンの選手の画像っていうのを用意して、うん、みんなで、あ、あの選手マスクしたらこの顔になるから、あ、きっとこの選手だっつって、撮影したりとか。え、それは元々の選手メーカーに、マスクを合成するの、はい、そうです。私たちの制作の方で、なるほど。ちょっと付けさせてもらって。そうだよね。マスクしてる姿の、きちんとした写真そんなにはないもんね。そうなんですよ。だからそうかそうか、じゃあもうプロフィール写真のマスクつけたバージョンをみんな持つことでこの感じの人来たってなると、ちゃんとこう選手の写真撮れたりとか。そう、やっぱ注目の選手はね、抑えたいので。みんないろいろ工夫してんだな。入り口のセンサーもいつの間にか変わったよね。あの入り口のセンサーって最初のうちは素顔を見せないと人として認識してくれなかったんだけど、ええ、テレビ局の入り口途中からバージョンアップして、そういう瞬間もマスク取っちゃダメだよっていうことで、なんか一応マスクをしてないと認識しないようにいつからかなって。本当だ、これから慣れてくんのかな、なんかそういうの。もう名前書いて、みんなマスクにでっかく男春師匠、男春って書いて。ね、そしてこうやって、ああ、男春師匠だって思うからさ、ね。ということで、じゃあちょっと、宛先お願い。あ、違うわ、俺、一気に先行っちゃったわ。全然、今週のメッセージテーマ、マスクじゃないから。メッセージテーマ言ってないわ。はい。
きましょう。しょうがねえな。はい。じゃあメッセージテーマお願いします。今週のメッセージテーマは、2020年個人的ベストバイ。今の流れでさ、宛先言ってたら、皆さんは何を書く、何を書けばいいんだって話。何春師匠との思い出を書くことになっちゃうもんね。みんなね。違います。2020年個人的ベストバイということですけども、はい、いや、いっぱいもらってるって言って、毎回番組終わると、反省会より先に何か買ってる。黒ごまペーストみたいなの買ってる。ね、メモしてね、後から。黒胡椒なんとか買ったよ、俺。ああ、わかりました。ね、さあ、ですね。どれを読もうと思ったのか。すごい量。これも読もう、あれも読もうってなってんだけど、はい、ラジオネーム、シノニムさん、シノニムさん41歳。自分のベストバイは物ではなくサービスなんですが、はい、渋谷にある、ロート製薬のロートクオリティエイジングサロン。サロンでやってる、ロートアイリトリート。アイリトリ、アイは目ね、はい。ロートアイリトリートという目のマッサージ。そんなのがあるんですか？なんかロートがやってんならすごい効きそうじゃん。ねえ、うん、良さそう。目や目の周りの血流を促すマッサージを20分ほどやってもらうサービスです。パソコンをメインで使う仕事なので、普段から目を酷使しているので、非常に気持ちよく感じました。おいくらぐらいするの？ちょっと興味あるよね。行ってみたい。ロート、ロートクオリティエイジングサロンという場所でやってる。ロートアイリトリートという目のマッサージ。でももちろん、来週も続いてこれやるんですけど、このメッセージでもやるんですけど、こういうサービスみたいなものも、自分がお金を払ってやってよかったみたいなものがあれば、どんどん送ってください。じゃあ、宛先をお願いします。はい、メールの方は、ij@tbs.co.jp までです。ファックスの方は、03-55-62-0954 までです。また、番組のホームページにあります、投稿フォームや、メール投稿アプリ、伊集院光とラジオとスマホとからもお待ちしております。なんか今日ぼんやりしてるから、はい。番組中にまたやらかしそうな気がする。予感がします。予感がします。よりによって安田の日にそんな予感がしています。はい、おはがき封書の宛先です。郵便番号 107-8066。TBS ラジオ伊集院光とラジオとまで送ってください。メッセージを紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント。さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。ということで TBS ラジオ伊集院光とラジオと今日も11時までお時間許す限りお付き合いください。この後10時からの伊集院光とラジオとゲストとにはタレントの磯野貴理子さんが登場。お笑いアイドルグループチャイルズの時代から現在までの芸能活動、そしていつも元気なそのわけなどたっぷり伺います。自動車保険毎年なんとなく更新してるんじゃないですか。その保険料チューリッヒで節約できるかもしれません。自動車保険で節約？はい、チューリッヒにご契約いただいた方のアンケートによると保険料が平均でおよそ24,000円節約できました。え?24,000円?例えばベンツにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間 32,740円。チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりはもちろん無料。 0120-455-572 まで。リスナーの皆さん、古谷金属です。イリジウム、ルテニウム、貴金属を使った古谷金属の製品はスマートフォンなどの電子デバイスやアルカリイオン水の健康分野など様々な技術で皆さんの生活を支えています。オンリーワン技術で社会の繁栄に貢献する古谷金属。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時39分です。この時間は皆様からいただいたメールやお便りを紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。冬に美味しいかぼちゃといえば皮が硬い食べ物の代表ですが、
生のカボチャを簡単に切る方法ご存知でしょうか。いや意外にさ、カボチャ失敗して怪我する人多いよね。そうですね、そのゴロっていっちゃって。そうそう、スルッといきますからね。ちょっと知りたいね。はい、まずカボチャのヘタの反対側、お尻のくぼみの部分に菜箸をググッと深く差し込みます、うん、お尻の部分はヘタよりも柔らかいので意外と差し込みやすいそうです、うん、そして菜箸を抜いた後にその穴に包丁の先端を立てるように差し込み、刃を下ろしていくとテコの原理で思いのほかスッと切れるんだそうです、うん、思いのほかよくわかんないなまずカボチャの裏側、はい、裏側に、そうそう、要するにガイドとなる穴を開けて、はい、そこに先端を差し込んで力をかけていくっていうことか、はい、そこが滑っちゃうと変な方に行っちゃうから、そうですね引っかかりを作るっていうことですね。日本行動さんも俺今日ぼんやりしてるからお便り来ちゃってるからね、来ちゃってるから今さら書き直せないんですけど、なるほど、わかりました、はい、さてかぼちゃは本来夏野菜ですが、貯蔵性に優れている上熟成されて甘くなり冬場の栄養も補えるということで冬におなじみの野菜となりました。そっちの方がすげえあ、そうなんだ、そうか、夏野菜だもんね。そうですよね。それだけどすごくそういうことか。すごい熟成して保存すると美味しくなるから、なんかこう、この季節なのか。ねえ、そうですよね。こっちすごいっすよ。そう、まさに先人の知恵なんですね、はいはい。受け継がれる健やかな暮らしのための知恵や習慣。心健やかな毎朝の香りもその一つです。お線香は、白檀の香り、黄色い箱の毎日香。明治に生まれ、令和の今も愛され続けるお線香のトップブランド。新しい年のご用意にも日本行動の毎日香をどうぞ。日本行動からのお便りでした。さあ、変わって皆さんからのお便りです。2020年個人的ベストバイなんですけど、はい、なんかさ、個人的ベストバイはさ、自分が買っていいもんポンって紹介してくれたらいいわけだから、その文章力とか関係ないかと思ったら、はい、ラジオネーム青いししさんから、40歳の女性の方なんですけども、はい、私の個人的ベストバイは健康マヨネーズから出ているガーリックバターソース。ガーリックバターソースね。はあはあ、まあ、この商品名だけども結構そそられるじゃん。ねえ、美味しそう。ね、でいて、なんかテレビ番組で厚切りトーストにこれをすごいかけて食べてるシーンがあって、で、もう見ててすごい食べたくなって、はい、でしたら弟がネットで買えるよってネットで買ってくれたと、うん。で、もうそれ以来私も弟もこのソースに無我夢中。へー。最後の一行。はい。人間版チュールと言っても過言ではないって書いてある。俺これがすっごい好きでさ。もうすごいよね。このキャッチコピーすごいよね。企業はつけらんないじゃん。よその企業の。全く食品とは別のものだからさ。だけどさ、そのガーリックバターソースを夢中になってる度合いが人間版チュールって言われたらこれすげー欲しいよね。天才。ねえ。すごい文章力。さあ、それからですね、ラジオネーム、あ、はい、これも、ラジオネーム、無駄遣いさん。はい。48歳女性の方。ありがとうございます。自らラジオネームを無駄遣いってつけてるんだ。最初から。ベストバイ。はい。なんでしょう。30万円のお茶。家族3年分の特別給付金を普段絶対に買わないものを買うことで。ああ。まあ、経済回そうっていうことだよね。これをさ、今んとこ欲しいもんないから、溜め込んじゃおうっていうんじゃなくて、いやいや、思い切った買い物しよう。ということになり、はい。家族で考えた結果、うん。30万円のお茶を購入しました。あるんですね。なんだね。何が。どう違うんでしょうね。すごい本数だったら笑うけどね。本数本数ね、ペットボトルがものすごい本数来てるなら笑いますけど、霧の箱に入り、ワインボトルのような瓶に入った緑茶。瓶なんだ。購入するまでは家族で盛り上がり、注文をするときには最高潮で大騒ぎしますが、うん、いざお茶が届くまでには少し後悔もする
よかったのかと。ね、この人正直ですごい。いざ開封し飲むときには、緊張で飲み込めず。あのね、この人すごいよ。美味しかったと思うのですが。あ、思うのですが、緊張で震えたという記憶しか残っていません。これだけど30万円のお茶買って正直にこの感想を言えるってすごいことだと俺思うよ、うんうんうん、これ美味しかったって自分に言い聞かせたもん。そう、なんかね、うん、思い込みたくなっちゃいますよね、うん、油性マジックで手に美味しかったって書いちゃう疑わないようにしちゃうもんね。で、今年と言わず一生に一度のベストバイです。へー、すごいもんが世の中にあんだね。ねえ、すごい、びっくり、すごいね、うん、俺多分飲めないかも。30万円のお茶をさ、例えば湯飲み入れてさ、口近づけるときに震え、カタ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 ってなっちゃって、うんうんうん、もう机びしょびしょになっちゃうから、ほとんど残ってない可能性あるからね。机を吸うことになるかもしれないから、個人的ベストバイお待ちしております。伊集院光とラジオと、今週のメッセージテーマは、2020年個人的ベストバイ。番組ホームページの投稿フォームやメール投稿アプリ伊集院光とラジオとスマートからもどうぞ。家電に食べ物、旅行にイベントなど、今年お金を出して買った中でこれが良かったというものを教えてください。貞吉が送ってくれた緑の箱の毎日香、牡丹樹と白檀の香りで煙極小香りを抑えめ、残りがも少ないナチュラルな使い心地、こんな気遣いできるようになってね、お父さん。お線香は毎日香ナチュラル。日本行動、日本行動がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。TBS ラジオプレゼンツ木梨の大音楽会、12月26日土曜日、バシヒコ横浜国立大ホールにて開催、木梨の大音楽会。 なんと宇崎さんと光一さんも来るという。チケット好評販売中、詳しくは TBS ラジオイベントページまで。時刻は8時47分です。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日は東京都ライフデザインセミナーと、新型コロナウイルス感染症の抗体保有率疫学調査についてお知らせします。はじめは東京都ライフデザインセミナーのご案内です。東京都は結婚を希望しながらも一歩を踏み出せないでいる方を後押しするため、これから様々なライフイベントに向き合う皆さんに結婚を含めたライフプランを考えるきっかけを提供するセミナーを、ウェブ会議サービス Zoom を使いオンラインで開催します。日時は12月14日月曜日の午後7時30分から9時までです。当日はサイボーズ株式会社代表取締役社長の青野義久さんが、結婚はキャリアの重荷になるかと題した基調講演を行うほか、共働きで子育て中の男女2人とパネルトークを行います。参加を希望される方は12月13日日曜日までに申し込みホームページからお申し込みください。対象は都内在住か在学または在勤の方で、定員は先着100人、参加費は無料です。詳しくは生活文化局地域活動推進課、電話0353204236、0353204236番までどうぞ。続いて、新型コロナウイルス感染症の抗体保有率疫学調査のお知らせです。東京都では厚生労働省から依頼を受け、過去に新型コロナウイルスに感染した人の割合を推定する抗体保有率疫学調査に協力します。現在調査に協力していただける参加者を募集しています。対象は都内に居住する20歳以上の方で、参加者には12月19日土曜日から25日金曜日までの間で、指定する会場で10ミリリットルの採血をお願いします。
調査にご協力いただける方は、あさって11日金曜日までに、福祉保健局のホームページからお申し込みください。募集人数は抽選で3000人です。なお、調査に関して費用は発生せず、謝礼などの支払いもありません。詳しくは、午前10時から午後5時までの間に、問い合わせ専用ダイヤル、電話03-6221-0319、03-6221-0319番までどうぞ。新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染した方などに対する誹謗中傷や心ない書き込みなどが SNS などで広がりました。感染者や医療従事者などへの差別、偏見、いじめ、SNS での誹謗中傷などがあってはなりません。不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることのないよう、正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いします。都内では新型コロナウイルスの厳しい感染状況が続いています。感染拡大を防ぐため、不要不急の外出を控え、外出する場合は対策を万全にしてください。都民ニュース、本日の放送内容は TBS ラジオのホームページからご確認いただけます。都民ニュース、東京都がお送りしました。歩くのが億劫とか、歩くスピードが落ちてきたかも、歩幅が狭くなってきた気がするなど、足から年を感じることありますよね。それは歩く力が落ちてきたからかもしれません。おすすめは再春館製薬所の歩みのゼリー根の力。歩みのゼリーにはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。特保ではなく機能性表示食品です。すでに始めている方からは、夫婦で桜の咲く道を1万歩も歩きましたというお声も。歩みのゼリー、まずは無料の3本セットを試してみませんか。お問い合わせは0120-777-444、 777-444、 再春館製薬所まで。ここでアサヒ飲料からのお知らせです。アサヒ16茶からいいもの16素材で作った16茶麦茶がおすすめです。大麦を中心に16素材の健康素材を厳選し、バランスよくブレンドすることで、麦茶の香ばしい香りと16茶のすっきりとした味わいを実現。ごくごくと飲み飽きることなく楽しめるので、これからの季節の水分補給におすすめです。普段から麦茶をよく飲まれる女性の方にはもちろん、カフェインゼロ、アレルギー特定原材料等28品目不使用なので、小さなお子様にもお飲みいただけます。 CM キャラクターはおなじみの新垣結衣さん。テレビ CM での新垣さんのチャーミングな姿にご注目ください。ぜひアサヒ16茶麦茶をお楽しみください。鏡餅は砂糖。鏡餅もち、もち砂糖のもちもち、食べたら潰して楽ぽいぽい。鏡餅もち、もち砂糖のもちもち、食べたらちぎって楽ぽいぽい。飾った後も美味しい砂糖の鏡餅は楽ぽい容器。ネギっ子でした。俺のバイクいくらで売れるかなと思ったら、高価買取のバイク王に電話。最大いくらで売れるかすぐわかる。さらにお電話の際、ラジオを聞いたと言って、126cc 以上のバイクを売ると、1万円の商品券をプレゼント。0120-50-8190。ドーンバイク。時刻は8時54分です。ここで東京スター銀行がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の白井京子さん、おはようございます。おはようございます。東名高速の上りは首都高速の大橋ジャンクションで10キロ、東名川崎から40分。中央道上りは首都高速初台が先頭12キロ、調布から40分です。首都高速道路は湾岸線の西行き、新木場でトラックとバイクの事故のため4キロの渋滞、浦安からは30分。
また5号線の上り東池袋では乗用車同士の事故のため高島平付近から混んでいます。神奈川県内は357の下り磯子区の新中原南交差点、事故の処理は終わりましたが断続1キロ半、千葉16号上り松戸の馬橋で故障車のため1キロです。警視庁から以上です。警視庁の白井京子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報はこの後9時21分頃にお伝えします。親の商売引き継ぐの本当大変、土地はあってもお金ないんだよな。相手してもらえないでしょう。規模も小さいし。それでも大丈夫、聞いてみよう。事業を継ぐ方応援します。不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。やっぱり車検はコバック、コバック、車検のコバック。答えるハウス、答えるハウス、あなたの思いに答えるハウス、答えるハウス、答えるハウス、みんなの思いに答えるハウス、答えるハウス。光とラジオと、この後9時からは伊集院光とラジオとニュースと、9時20分過ぎからは毎週ちょっとアレなレコードを紹介するアレコード。今日のアレコードコレクターは音楽ライターの蒲生雄一さんです。10時からのゲストコーナーにはタレントの磯野貴理子さんが登場。お笑いアイドルグループチャイルズの時代から現在までの芸能活動、そしていつも元気なそのわけなどたっぷり伺います。10時40分頃からはおっちょこちょい話安田コレクション、お楽しみに。さあ今週、そして来週メッセージテーマは2020年個人的ベストバイということですが、はい、おぼぼまん、おぼぼまんさん、おぼぼまんさん、42歳、はい、神奈川県の男性の方です。ありがとうございます。私の今年のベストバイは、はい、ゼブラから発売されている、うん、ライトライトというボールペン。ペン先にライトを搭載し、暗い場所で光を照らして書ける、結構優れも、まあ暗いとこで字書かなきゃならないような仕事の人とか絶対いいよ。うんうん、便利。ノックするごとにライトの音楽が切り替わるので、明るい場所で筆記するときにももちろん使えます。へえ。最初は防災時にこれがあったらめちゃくちゃ便利だと思い購入しましたが、車の中とか、就寝前にラジオを聞きながら、おー、なるほどね。ちょっと暗いとこでメモするときとか本当に便利です、うん、へー。これで思い出したんだけど、なんかね、昔鍵、家の鍵の持つとこにつけるちっちゃいライトが売ってて、それすごい便利だったんだけど、最近ネットで探しても全然見つかんないんだよね。ボタン電池みたいの入ってて、あの玄関暗いとこ俺帰ってくるから夜ね、夜とかすげえ良かったんだけど、へえ、こうちょっとしたアイデアのものってやっぱいいね、見っけて教えたくなるだろうしね、うんうん、あと荻窪の語り場さん、41歳男性の方です。はい、ありがとうございます。2020年ベストバイはインスタント麺の明星チャルメラバリカタ、うん、以前ラジオとのプレゼン対決で紹介され、近くのスーパーで5食入り、298円で売られていて即食べたのですが、うん、この価格とは思えない美味しさ、すごいわかる。常時10食はストックしております。個人的には紅生姜と半熟卵とお酢を入れて焼き海苔を刺して食べるのが好きです。お酢か、あの要するにもうコスパをすごい考えてあるから、余計なもん何も入ってないの、はい、紅生姜が入ってなくて、うんうんうん、でやっぱ紅生姜欲しくなるから、そう、これのために深夜のスタッフに牛丼をおごってあげて、で、その紅生姜を持って帰るっていうのをすげえします。ね、なんでこの人急に牛丼をおごってくれるようになったんだろうってスタッフは思ってると思いますけど、僕自体はあの大きさの紅生姜がすごい欲しくて、いや、確かに美味しい。めちゃめちゃ美味しくて。いわゆる乾麺の特徴をむしろバリカタってすることでいい方に活かしてる。美味しい。うん、ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。
皆さんもラジコで検索してみてください。9時です。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア、オリヒロ、ほか各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます。伊集院光です。わっしょい、アシスタント安田美香です。ここからは伊集院光とラジオとニュースとの時間です。早速今日のニュースは、佐藤文康アナウンサーお願いします。はい、今日は6本のニュースをお伝えします。新型コロナウイルスについて全国で昨日2148人の感染が発表されました。都道府県別では東京で352人、大阪で258人、北海道で204人、神奈川で152人などとなっています。全国の重症者の数は536人。また全国の死者の数は北海道と大阪の9人、東京の6人など合わせて47人となり、いずれも過去最多を更新しました。新型コロナウイルスの感染者が急増し、医療体制が逼迫している北海道の旭川市に対し、政府は昨日、自衛隊の看護師ら10人を派遣すると発表しました。また、大阪府は昨日、重症患者用に確保した病床、ベッドの使用率が初めて 70% を超えたと発表しました。防衛省は、大阪府との間でも看護師らの派遣に向けた協議を続けていて、近く派遣を決定する見通しです。政府は昨日、新型コロナウイルス感染拡大を受けた事業規模およそ73兆6000億円の追加経済対策を閣議決定しました。それぞれ117兆円を超える規模となった今年度の第一次補正予算と第二次補正予算に続く3回目の経済対策となります。今回の経済対策は新型コロナウイルス感染拡大の防止とコロナ後を見据えた経済構造の転換、国土の強靭化を3本の柱としています。韓国のムンジェイン大統領は TPP 環太平洋パートナーシップ協定への参加を検討していくと表明しました。ムン大統領が TPP 参加に言及するのは初めてとみられます。先月の RCEP 地域的な包括的経済連携の署名に続き、 TPP 参加への意欲を見せることで米中対立による貿易の影響を抑えたい狙いだとみられます。 TPP をめぐっては中国も先月参加への意欲を表明しています。東京都の小池知事は都内で販売される新車について2030年までに脱ガソリン車とする目標を示しました。バイクについても2035年までにガソリンだけで走るものをなくすことを表明しました。脱ガソリン車をめぐっては経済産業省が2030年代半ばを目標とする方向で調整を進めていますが、今回東京都として国より5年ほど早い目標を具体的に設定した形です。最後に、人気グループ EXILE などの公式グッズのオンラインショップが不正アクセスを受け、およそ 44,600件上る利用者のクレジットカード情報が流出した可能性があることが明らかになりました。先月27日時点で少なくとも209人分のクレジットカードが不正利用された疑いがあります。所属事務所は事態を厳粛に受け止め、再発防止の対策を講じてまいりますとしています。ニュースは以上です。佐藤文康アナウンサー、ありがとうございました。気になるニュースについてこの後解説を交えて詳しくお伝えします。家具とホームファッションの東京インテリア、家族がほっと一息つけるくつろぎの空間と彩りのある暮らし、あなたのお好みに合わせて豊富なコーディネートをご用意。モアカフェで一息を入れながらゆっくりお買い物をお楽しみいただけます。いいものここから東京インテリア。植物性消臭液匂いのんの、介護にタバコ、トイレ、生ゴミ、冷蔵庫、ペットの匂い、ホテル、病院、食堂、自動車などの匂いを消します。水で250倍に薄めて使うので非常に経済的。匂いのんのは 0120-86-1261 フローラから。匂いのんの、伊集院光とラジオとニュースと、ここからは解説です。今朝の解説はニュースデスク中村久人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあ、その、今読んでもらったニュースとの順番とは少し入れ替わるんですけども、はい、まずは何と言っても、経済対策。はい。はい。3回目ですね、今年度。まあ、3回目って言っても、この今年度の補正予算と、それから来年度予算の中にも含めた形での経済対策という形になるんですけれども、まあ、正直言って、本当にこれ経済対策になるのかなというか、長い目で見た場合では経済対策にはなるんだろうけれども、今これだけコロナの感染が拡大してどうしようかとしている時の経済対策はこれでいいのかなっていう気はしますよね。まあ、感染拡大の防止、それから、コロナの後を見据えた経済構造の転換、国土の強靭化、これが三本柱になってるんですけれども、の感染拡大の防止っていうところでは、そのワクチンの接種に関して国の負担としますよとか、あるいは、地方自治体に向けた、地方創生臨時交付金を1兆5000億円、また配りますよと。まあそういったことがあると。まあ確かにその臨時交付金っていうのは、休業保障なんかにも使われたりするわけですから、それはそれで意味があるのかもしれませんけれども、それ以外に、その大きいところで経済構造の転換っていうところで、その脱炭素を図るものですよね。そのために基金を作りましょうとか、あるいは、まあ、自治体なんかのデジタル化で、統一しましょうとか、そのためのお金。それから中小企業が、まあ、コロナでその業種を変換するときには、それを補助しましょうと。で、そこから GoTo トラベルを6月まで伸ばしましょうとか、まあそういうことなんですよね。で、国土強靭化っていうのはまあその防災とか減災とか、あるいはその復興とかっていうことで、これはまあ二階さんが旗振り役になってずっとやってきてるものですから、まあ二階さん自民党に対してもちょっとこういい顔したと。まあそういうことなんでしょうね。だからそうやって考えると、今この時期にやるものっていうのって果たしてこれなのかなっていう感じはすると。いう感じがしますよね。いや、その中でやっぱり僕気になるのは GoTo トラベルの延長なんですよね。はい、だってもうもはや、医師会はそもそも、GoTo トラベルやめた方がいいって、各所の医師会言ってますよね。東京医師会の大崎さんもね、はい、昨日も言ってましたしね、相当強い調子で、言ってましたから、もうこれ以上感染者、重症者増えたらコロナの患者も一般患者も救えないと、もう年末が一つの正念場だから、とにかく人の動きを止めてほしいっていう言ってるわけですよね。で日曜日かな、テレビの生放送の番組の、はい、尾身会長が、はい、尾身会長が西村さんの前で止めた方がいいって。そうですね。GoTo 含めて人々の動きと接触を短期間で集中に、知的に減らすことが、その感染を沈静化することにも役立つんだと、いうことを率直におっしゃってるし、その日曜日の前にも、会見の時にもね、もう、はい、人々の個人の努力に頼るステージはもう過ぎたと、はい。で、飲食店の営業時間の短縮、それから感染地域とそうでない地域との行き来を控えるとは、これも必須なんだっていうことを、大きい声で言ってると。はいはい、まあ、それだけ、まあ、確かに、その、まあ、医療の現場が本当にこう逼迫してきてるというふうなことはありますんでね。その、まあ、医学的に言えば当然そうやって、その感染を抑えるためにはそれが一番いいと。ただけども、まあ、政治家ですから経済のことも考えなきゃいけない。だから GoTo は続けるのよって言うんだったら、その医療現場はそれだけちょっと多少の、なんていうのかな、被害って言うとおかしいけども、もうそれは目つぶってこれはこう経済を回すんですよっていうふうに説明をしてもらわないと困るんだけれども、両方やるっていうふうなね。だから両方って本当にできるのかそんなことっていうような感じはするわけですよね。いや、久里さん言うのすごくよくわかって、それは言葉尻の問題じゃないのかもしれませんけども、なんていうんですかね、その、確かに GoTo が、陽性者を増やしてる面はあるんだけれども、その経済で死んでしまう人もいるわけで、はい、それを考えたら政治の総合的判断はこうなるっていうなら、うん、それにも僕は賛成じゃないですけども、言い分としてはわかるんですね。はい、だけど、GoTo が原因っていうのは、っていう根拠はないんだって言い出しちゃうと、お隣に尾身さんが言ってんですけどって、ちょっとなっちゃうじゃないですか、はい。なんかその辺がとても気になって、どうしても僕は、学術会議とかの時の、学術会議もいつの間にかみんな忘れちゃってますけども、いろんな問題山積みのまま忘れちゃってますけど、なんか、学問と言いますか、科学と言いますかと、ちょっと乖離してる感じを考え、思っちゃう、ね。その説明がないんですよね。はい、そうしたことによって、はいはい。で、なんかこの、とにかくここに来て、その、やたらその菅さんのこう、頑固さというか、はい、育児さっていうのが、
こう目につくというか、そういう感じがするんですよ。だからこの、そのコロナの対策に対して GoTo だって、そういう自分自身がこうね、旗振り役で進めてきた政策なんだけど、ちょっとここで一旦止まって、その延長はするのは構わないけど、本当にこれ止めたらこれできちんと、感染者が減るのかどうかって見てみましょうよ。ちゃんとそういうふうに、あの、減らす方向やりましょうよとかっていうことが一つあって叱るべしなんだけども、それも絶対にあくまでも、地方自治体からの要請があってそれでやるんだっていうふうな、スタンスを崩さない。それと同時に、今その予算の編成なんかのところで問題になってきてるのが、その75歳以上の後期高齢者の医療費の窓口負担、これを1割から2割に引き上げましょうってやってると。はいはい、で、与党内で公明党と自民党とがやってて、で、自民党側、まあ、政府側ですよね、の方は、年収170万円以上の人は、引き上げますよと。だけど、それに対して公明党側は、年収が240万円以上にしてください。で、しかもなおかつコロナのこういう状況なんで、それ実施する時期を遅らせてくださいって、そこで交渉してるんだけれども、今までだったらどちらかっていうと、ちょっと折り合いつけてうまく、じゃあこの辺にしましょうかっていう落としどころをお互い与党内で見つけてたのが、絶対今自民党が170万円って譲らないんですよね。で、これはその、菅さんがかなりそこにこだわってるからだっていうふうに言われてるんですけれども、そうやって考えると、自分がこうだってやったことは、もうちょっと一回考え直してみようかっていうことがありえないっていうね、形で何事も進めてるような気がするんですよね。本当に果たしてそういうことでいいのかなっていうね、もう皆、もう国民の命を守るっていうふうに言ってるんだったら、本当に守るためにはどうなんだっていうことを考えてほしいなっていう気がしますけどね。はい。で、まあ一方で、旭川はちょっと大変なことになってるってことで、自衛隊の派遣をしましょうと。はいはい、まあ、旭川ではね、その国内最大級と言われるクラスター、旭川厚生病院で、と、それから慶友会吉田病院っていうところで、もう合わせて400人以上の方々が感染してると。はい、だから病院で起きてるから、もう病院で受け入れられなくなっちゃうわけですよね。うんうん、本当そうすると、一般の他の病気の人たちも、まあ、診療できなくなってくるということで、まあ、自衛隊に要請を出したと。まあ、ヒゲの隊長の佐藤正久さん、参議院のね。はい。が、自衛隊は便利屋じゃないと。で、それを理解した上で、緊急対策の必要性から要請内容を具体的にちゃんとするべきだっていうようなことをツイッターで書いて、で、今、その、まあ、派遣に向けて協議している大阪府の吉村知事がそれに対して即座に反論の、便利屋と思ったことは一切ないっていうね。まあ、そういうふうな騒ぎも起きてきてるということなんですけどね。でもなんかもうこれって、この、特に旭川のクラスターなんか、かは、ちょっと災害級に大きいと思うので、その便利屋って言い方を決してその正しいとは思わないですけど、やっぱり頑張ってほしいです。助けてほしいと思うんですけど、どこも医療関係者が足りないじゃないですか。そうすると今後ね、うちもって、手を挙げた順みたいなことになっても、またこれもちょっと違うでしょうか。だから、本来はそうやって、その、なんていうんですかね、今、それは対処療法にしか過ぎないわけですよね。人が足りないからそこに出すって。だけど、本来だったら、感染者を抑え込んで、重症者を抑え込むことの方が、もっと大きい効果あるわけですよ。全国的にね。だから、本来今、その政治としてやるべきことは何なんだって、優先順位をきちんとこれこれこうなんだっていう説明をつけた上で、ちゃんと明らかにしてほしいですよね。そういう意味でもね。そうですね。うん、で、あと、経済対策の中に、医療の心得のある人が、気持ちよく働けるようにするためのお金っていうのかしら。だって離職する方も多いと聞きますので。はい、まあ、補助金なんかも一応入ってはいるんですけれども。うんうん、はい、もう少し、もうちょっと扱わなきゃいけないのかなと思ったりはしますね。さあ、そして、コロナ以外では、久しぶりに TPP、久しぶりじゃいけないんだけど、韓国が TPP 検討する。そうですね。あれ、これは、この間、中国の習近平主席が TPP 参加をちょっと考えるっていうふうなこと言ったんで、はい、そうなってくると、アジア地域で、この前、その RCEP のやつありましたけども、署名しましたけども、それに、こう、韓国も乗り遅れちゃいけないということですよね。で、TPP ってかなりそのギリギリな交渉したがゆえに、貿易とかなんか関税の自由率っていうのはものすごく高いんですよ。うんうん、だから、これの範囲が広がることによって、ものすごくその、貿易とかってやりやすくなるっていう部分あるんですよね。RCEP、先月、署名した RCEP なんかは、比較的緩やかな、うん、これはちょっと除外してくださいとかっていうのも OK よっていう形でやってたんですけども、TPP はそれないんでね。で、そこのところで乗り遅れると、韓国もその貿易から遅れてくるっていうふうな発想があるからなんでしょうね。で、中国側にしてみると、大統領がバイデンさんに変わったら、また戻ってくるんじゃないかっていうふうなところもあるから、アメリカが。
だからそこも視野に入れて、もうお互いこう探りを入れてるっていう感じですよね。トランプさんはやんない、俺は個別にやるんだってなるじゃないですか。はい、で、そうすると中国は、トランプさん入んないのここをうまくやると、俺中心に行けるか、みたいなとこは多分ある。当然そういうのあります。で、そうすると、バイデンさんになって、いや、うちはやりますよってなった時に今度どうすんのみたいなことですかね。そうですね。で、中国もただだけど本当にその TPP の厳しい結構ね、お互い条件をクリアできるかどうかっていう問題もあることあるんですけどもね。さあ、そして小池さんが、2030年に、はい。まあ、新車、まあこれ正確に言うと、新車で、ハイブリッド車はいいんですよね。いいですね。あれ ガソリンだけで走る車っていうのは、もうやめる、東京はやめるっていう、はい、ね。話ですね。経済産業省は2030年代の半ばって言ってたのを、はい、まあ、5年ぐらいそれをちょっと前倒しすると、うん、やっぱ国より先に私がやってるのよっていうのちょっとそのイメージ僕もありますね。そういうなんかここである意味実現可能かどうかわからない5年巻きみたいのを大きな声で言うっていうことに、でしかもよく聞いてみると別に、ハイブリッドは OK なのねとか、新車に限ってなのねみたいな条件はついてるじゃないですか、うん、その大きな声で言うことが、言い方今考えますね。小池さんらしいです。とても小池さんらしいっていう感じがしますね。はい。ということで、久々さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、賢人の緑茶をどうぞ。賢人の緑茶は難消化性デキストリンが食後の血糖値と中性脂肪の上昇を穏やかにするとともに、ギャバが血圧が高めの方に適した機能があると報告されている機能性表示食品。あなたの毎日にオリヒロ賢人の緑茶。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリアオリヒロ他各社の提供でお送りしました。TBS テレビ火曜夜10時から放送中のドラマ、この恋温めますかに出演している森七菜です。12月16日水曜まで TBS の人気恋愛ドラマを中心としたイベント TBS ドラマキュンキュンフェスが IHI ステージアラウンド東京で絶賛開催中です。逃げるは恥だが役に立つや私の家政婦なぎささんなど大ヒット恋愛ドラマのセットや実際使っていた小道具や衣装、そして普段見ることもできないドラマの台本が集結。そしてあの逃げ恥のエンディングで話題となっていた恋ダンスもセットで写真が撮れちゃうんですよ。胸キュンシーンを思い出しながらドラマの舞台裏を見て撮影もできて、恋愛ドラマにどっぷり使って体験していただける今までなかったイベントになっております。たくさんキュンキュンしちゃいましょう。詳しくは TBS キュンフェスで検索してみてください。ここで TBS ラジオ天気予報をお伝えします。気象予報士の染井明子さん、お願いします。おはようございます。よろしくお願いします。今日は関東の中でも細かく天気が分かれそうです。まず千葉と茨城ではこの時間も雨の降っているところがあります。この後昼頃まで所々で雨が降りそうです。これからお出かけになる方は折りたたみ傘を持っていくのがおすすめです。失礼しました。東京や神奈川、埼玉では雨は降りませんが曇りがちです。今日は気温も低いので洗濯物を外に出しても乾きにくいかもしれません。群馬と栃木では今はまだ雲が多いかもしれませんが、この後はだんだん晴れてきて雨の心配はなさそうです。そして今日は関東各地で昨日より寒くなりそうです。今日の最高気温は12度前後で、昨日の昼に比べると5度くらい低くなります。夜も昨日より冷えるので、今日は昨日や一昨日よりも暖かい上着を選ぶのがおすすめです。明日も関東地方は午前中はすっきりしない天気で、沿岸部ではにわか雨もありそうです。ただ明日は午後になると日差しが戻ってきます。明日の昼以降であれば洗濯物を外に出しても大丈夫かなと思います。以上です。ありがとうございました。気象予報士の染井明子さんでした。金目順です。人生を楽しむヒントをシェアするプログラム B スタイル、今週は高橋みなみさんをお迎えして、人生のターニングポイントとなった AKB48 のお話や、アイドルとは何かというお話を伺います。 B スタイルは毎週土曜朝5時30分から。時刻は9時19分です。
ここでチューリッヒ保険会社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の白井京子さん、お願いします。はい、お伝えします。京葉道路の下りは貝塚で4キロ半10分、立山道の下りは木更津北インター付近、工事のため追い越し車線が通れません。2キロの渋滞、通過には5分くらいです。首都高速道路は湾岸線の西行き、新木場でトラックとバイクの事故処理が続いています。右側が通れず渋滞は6キロ半、浦安からは30分です。また5号線の上り東池袋でも乗用車同士の事故処理が続いています。こちらの渋滞は9キロ、高島平から30分です。一般道は千葉県内、国道6号の上り松戸市の真橋では故障車が止まっているため1車線が通れず1キロ。新たに県道の印西印旛線、印西市の笠上で路線バスとトラックの事故です。両方向通行止め、現場の指示で迂回なさってください。都内三つ目通りの内回りは江東区木場1丁目で事故処理が続いて1キロを15分です。警視庁から以上です。警視庁の白井京子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は9時52分頃にお伝えします。ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。チューリッヒ？チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-455-572-455-572 まで。お元気ですか？生島博士です。この放送を聞きの皆さん、お出かけの時にこんな体の痛みでお困りではないでしょうか。肩が痛くて服の袖が通らない、膝が痛くて駅の階段の上り下りが辛い、買い物袋を持つと肘が痛いなど、せっかくの外出なのに痛みのせいで出かける前から億劫になったり、出先で憂鬱になるのは嫌ですよね。そんな痛みでお困りの方、再春関節薬所の通算等を試してみませんか。肘や膝、肩の関節の痛みをはじめ、リウマチや神経痛の痛みなど徐々に緩和していきます。麻黄、杏仁、甘草、漢方医、翼医人といった5つの生薬を配合した漢方に学んだ医薬品です。通算等は無料の試供薬をご用意いたしております。お申し込みはフリーダイヤル 0120-305-305 0120-305-305、 電話番号くれぐれもお間違いなく。朝8時から夜10時まで年中無休で受け付けております。うわー、美味しい。取ったままの生蜂蜜ってこんなに美味しかったの？そう、本当に美味しい国産蜂蜜なら国道50号沿い佐野と岩船の天狗屋養蜂店で、横浜石川町店軽井沢店もよろしくね。蜂蜜の天狗屋。ポリーレ。カードローンの利用や借金をしたことがある方へ、払い済みた利息があればあなたにお金が戻る可能性があります。返済中でも返済済みでも無料で過払い金を調査。東京弁護士会所属弁護士法人アディーレ法律事務所にお電話を。0120-316-742、 債務なしに。モノタロウ、モノタロウ、工場で使う消耗品をネットで注文。モノタロウ、今日は物流用品待て半期機の日、 10% オフ。工場の味方、モノタロウで検索。電波利用のルールを守りましょう。無線機の使用には技術基準適合証明マークの確認を。電波の利用には原則として免許が必要です。外国規格の無線機は日本国内で使用できません。総務省関東総合通信局からのお知らせでした。伊集院光とラジオとあれと、この時間はケーズ電機、大成ユーレック、他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとあれと、あれなレコード、あれコード。時刻は9時23分です。あれコードのコーナーです。本日のあれコードコレクターは音楽ライターの蒲生雄一さんです。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、改めて蒲生さんはフリーの音楽ライターでもあり、小学校の図書室の先生でもあるという謎の二刀流なんですけど、ガモーさんのお知らせを、図書だよりは図書だよりの方に任せてですね、はい、ライターとしてのお知らせを、いきますけども、ガモーさんが執筆した解説なんですけど、
アルファ50、ALFA50、アルファ50というプロジェクトのオフィシャルサイトに、この解説が掲載されております。で、このアルファ50っていうのは、アルファミュージック創立50周年っていうことで、アルファミュージックはそれこそ YMO、荒井由実、ガロ、まあ、すごいメンバーが揃ってるところなんですけども、ガモさん、今回はどんなアーティストの解説を、はい、先月にまず、先々月にはカシオペアと、はい、カシオペアのメンバーの神保明さん、向谷実さんの解説を、そして先月、11月末ですね、に、作曲家、日向俊文さん、東京ラブストーリーとか、はい、ルクプルの、ひだまりの歌とか作曲されている方の、解説を書いております。なるほど、はい、なんか今回この東京ラブストーリーのサントラが新たに配信になってるんで、はいはい、この解説も合わせてっていう、そうですね、あのカシオペアと日向さんの、アルバムが、世界、初の、配信になりまして、それを記念して書いております。ぜひぜひ、アルファ50、オフィシャルサイトにある、まあ、リリースっていうページがあるんですけど、こちら掲載中です。はい、読んでみてください。うん、さあ、打って変わって今日のアレコードですが、はい、ガモさん本当にありがとうございます。いつもね、たくさんアレコードを送っていただいて、はい、で、我々はもうそれをゲラゲラ笑いながら、時にうなりながら聞くんですけども、はい、ちょっとジャンルが一つまとまりましたんで、今回はですね、特集タイトル、私が勝手につけたんですけど、冬休み前漫画祭り。え？冬休み前漫画祭りなんですけど、サブタイトル。はい、多分。子供に聞かせたいような、聞かせたくないようなレコード特集なので、あの安田はここで聞いて判断して、はあ、タイムフリーで子供に聞かせるかどうかを決めてください。わかりました。はあ、さあ、それじゃあまずですね、クリスマスソングを何曲か続けてお送りするんですが、はい、まあ、子供に聞かせたくないような、聞かせたいような、だけど子供向きに出されていた、まあ、クリスマスソングですね。はい、そんなのあるんですか。はい、じゃあちょっとタイトルお願いします。はい、加藤みどりハニーとハニーナイツで、妖怪、あ、鬼太郎妖怪クリスマスです。鬼太郎妖怪クリスマスっていう、うん、まあ、漫画祭りですか。冬休み前漫画祭りでもありますから。まあ、ゲゲゲの鬼太郎なんですけど、朝日ソノラマっていう当時ちょっとこう、絵本とそのシートやレコードが合わさったような子供向きのレーベルがあったんですけど、ジャケットはですね、必死で逃げる鬼太郎を何か黒い影が追いかけてるっていう、クリスマス色はゼロです。ねの感じなんですが、さあ、これ聞きどころのポイントはどこですかね。はい。この、昭和40年代前後だと思うんですけども、昭和40年代になるとクリスマスの時期に、アニメとか、キャラクターのクリスマスソングをリリースする文化ありまして、オバキューとか怪物くんとか、ムーミンとかも出ております。で、だからなんかね、無理やりにでもクリスマスを、くっつけてくる感じがですね、とても不気味に仕上がっております。それでは聞いてください。加藤みどり、ハニーナイツで、鬼太郎妖怪クリスマス。お祭りさん
見事にノーサンタっていう。ね、最初から最後までノーサンタでとりあえず鐘の音でやっつけていくっていう感じですけど、なんか音楽的にちょっと面白いですね。はい、そうですね。これは同主張店長っていう、難しい。同主張店長っていう、破綻長から破長長になってる、シャープが3つ減ってる、はあ、あ、シャープフラットが3つ減ってるんですけども、はあ、多分中学ぐらいで、習った記憶があるんですけども。で、そういうマイナーからメジャーに転調するパターンで、はい、最初に言っとけばよかったんですけど、これ歌ってるの加藤みどりさんは、はい、サザエさんのフグ田サザエをやられてる方で、多分日本中の人が知ってる声ですよね。ですよね。で、いいのが、カランコロン、カランカランコロンのムードも残しながら、はい、そこにこう、クリスマスのあの、海外の鐘をこう打っていく感じっていう。はいはい、俺の中では、宗派は何なんだっていう、もうね、わからないとこがすごくいいんですけど、だからマイナーなんだけど、クリスマスソング被ってくるところは、ちょっとメジャーっていうか、明るくなっていくっていうやり方ですね。はい、わ、そして作曲、泉拓さんなんだ。鬼太郎の、主題歌も泉拓さんが作曲されております。なるほど。おります。で、作詞が辻正樹さんということで、はい、この方もかなりアニメ界ではメジャーですね。サザエさんの脚本書かれてたり。基本脚本家なんだ。はい、脚本参加は、エイトマン、鉄腕アトム、お化けの Q 太郎、まあまあ、とてつもないで書かれてる方なんですね。まあ、基本ラインとしてこういう当時流行ってた子供向け人気アニメが、クリスマスの時期になると、どうやらこういうクリスマスものを、無理やりにでも作って出してたということで、さあ続いて2曲目お願いします。はい、水木一郎、コロムビアユリカゴ会で仮面ライダークリスマスです。コロンビアユリカゴ会も子供向けの歌をいっぱいやってますもんね。そうですね、はい。これすごいな。このレコード自体はテレビ漫画ヒットシリーズとなってます。で、みんなのクリスマス、ムーミン、カシノキモック、仮面ライダー、超人バロモアンとある中の、だもう俺多分、べったりの世代。5歳、僕が5歳、1972年に出てるんですけど。ど真ん中ですね。で、歌ってんのは、まあ、かの水木一郎さんなんですけど、さあ、ポイントはこれ、ガモさんどこになりますか、はい、これ先ほどと同じ、同主張店長、押されてる。出た、同主張。これ覚えよう。同主張店長、漢字5文字。はい、はい。で、水木一郎さんは、これが初めての仮面ライダーソングとなります。そうか。はい。すごい、そういう意味ではかなり貴重ですね。僕のポイントはですね、もうやっぱりクリスマスあんま関係です。もはやクリスマスで言っとけ感はすごいですね。それでは、冬休み前漫画祭り2曲目です。水木一郎、コロンビア、ゆりかご会で、仮面ライダークリスマス。仮面ライダーがやってきた。クリスマスにやってきた。ライダーライダークリスマス、みんなでみんなで変身だ。君もライダー、僕もライダー、ショッカー軍団怖くない。ジャンプでゴー、キックでゴー、いつも正しいものが勝つ。ライダーライダークリスマス。真紅のマフラーが素敵だよ。クリスマスの街に来た。ライダーライダークリスマス、みんなでみんなで変身だ。君もライダー、僕もライダー、悪魔の軍団怖くない。フックでゴー、カットでゴー、いつも頑張るやつが勝つ。ライダーライダークリスマス。稲
ズママ死んでやってきた。クリスマスに飛んできた。ライダーライダークリスマス、みんなでみんなで変身だ。君もライダー、僕もライダー、もうすぐ明るい春が来る。ジェットでゴー、チョップでゴー、口笛吹こうよ、手を叩こう。ライダーライダー、クリスマス。もう皆さんお気づきでしょうかね。あの、クリスマスソングの作り方は、鐘を叩くっていう。とりあえず、鐘を乱打していくっていうことと、はい、同主張店長という。はい、ここが、今日覚えたこと。今日覚えた言葉ですけども。店長、うん、これ聞けば聞くほど味わい深いのは、仮面ライダーがクリスマス来るんですよね。はい。あ、ノーサンタだまた。本当だ。歌詞の中、ノーサンタ。ノーサンタノープレゼントですよ、これ。本当だ、プレゼントもない。で、なぜか戦いがすげえあります。はい、これ、仮面ライダー、サンタが来るはずのクリスマスに仮面ライダー来るじゃないですか。仮面ライダーがやってきたんですよね。うん、だけど、よく見ると、うん、ショッカー軍団怖くないとか、戦おうとか、悪魔の軍団怖くない、ね、ね。で、しかも、いつも頑張る奴が勝つとかなってきて。てるからクリスマスの日に戦ってんだよね、はい、仮面ライダーだけじゃなくて悪い奴らも来ちゃって大戦闘になってますよね。子供これあのみんなでみんな子供にみんなで変身だって言って、はい、戦わせてるんで多分子供も戦わされてると思うんですよ。そうですよね、巻き込まれ、はい、でそれがすごいなと思うのは3コーラス目にねもうすぐ明るい春が来るっつってんのね、うんうんうん、だからこのクリスマス当日暗いんだよね。要するに、まだ明るい春になってないから、子供たち戦ってんだよね。はい、相当いいです。そうか。ねえ。味わいが広がりますね。いや、でもなんかそのライダー、ライダーのところなんかは、あの、本当の方の主題歌をなぞってたりとか、はい、あとやっぱり水木さんすげえな、うん。正義の感じてますもんね。そうですね。はい。これお子さんにもおすすめできます。はい、ちょっと考えます、ね。ちょっと考えて、ちょっと考えて、ちょっと考えていただきたいですね。はいはいはい、うん、さあ、冬休み前漫画祭り3曲目、歌手名とタイトルをお願いします。はい、これも水木一郎コロンビアゆりかご会で超人バロムワンのクリスマスです。超人バロムワンも懐かしいですけどね。はい、でもその超人バロムバロねバロムロッドでプロロロロプロロロロプロロロっていう曲です。もともと主題歌は主題歌曲ですけども、はい、さあこれポイントどこですかね。はい、そのようなブロロロロみたいな擬音がこちらでも使われてますので、入ってないとバロムワンじゃないですからね。だってブロロロロブロロロロブロロロの後がぶっ飛ばすんだ、ギュンギュギュンですから、ね。マジンドルゲオルーロルロロですから、ほぼ擬音しかないんですよ。もともとバロムワンには。さあ、これがクリスマスにどうなってるのか。あとあれですね、ポイントは。何ですか？金は入ってるのかどうか。ね、そこですね。どっちだと思いますか？入ってるんじゃないかな、やっぱり。そっちにかけてきますか。それでは聞いてみましょう。サンタは出るのか。そして、金は鳴るのか。水木一郎コロンビアゆりかご会で、超人バロムワンのクリスマス。みんなおいでよクリスマス、バロムワンのクリスマス。変身したけりゃ今夜だよ、君は番長僕はチリ。腕を絡めてバロムクロスを、変身変身変身、バロムワンになったのだ。ドルゲがなんだ、マジンがなんだ、バーキュンバーキュン、おお、
バロムワンのクリスマス。みんな嬉しいクリスマス、一年一度のクリスマス。変身したけりゃ今夜だよ、ものは試したやってみな。腕を絡めてバロンクロスを、変身変身変身、バロムワンは強いのだ。悪魔を倒せ、用心潰せ、バババキュンバババキュン、おお、バロムワンのクリスマス。みんな集まれクリスマス、バロムワンのクリスマス。変身したけりゃ今夜だよ、サンタのおじさんもびっくりだ。腕を絡めてバロンクロスを、変身変身変身、バロムワンの得意技、ドリラースイン、フライにカット、バババキュンバババキュン、おお、バロムワンのクリスマス。まさかのベルなしじゃん。本当ですね、ベルなしサンタありじゃん。そう、サツサンタ来ましたね、はい、初のサンタ、はい、サンタのおじさんもびっくりだから来ましたねこれ聞いてちょっと感じたんですけど、実は聞いてる途中に安田から質問で、はい、バロムワンっていいもんなんですかっていう。そう、味方なんですか私たちの。なんか僕も、はい、あの視聴の時気づかなかったんですけど、うん、ちょっとバロムワン天狗ですよね。ちょっとちょっと嫌な感じの物言いしてきますよね変身したけりゃやってみなみたいな。そうそう、やれるもんならやってみな的な、うん、変身したけりゃ今夜だよ、物は試しだ、やってみなみたいなこと言うんだよねやってみるじゃん。できんだろ、ね、うん、できるもんならやってみるじゃん、うん、しないじゃん変身。その感じちょっと出ちゃってんですよね、うん、いやー、ただね、すごいいいのはあのね、バババキュンすごいですね。ババババ、ね、はい、歌詞カードによるとバババババキュンなんですけど、うん、バババババキュンをきちんと歌いこなせる人は水木さんしかいないですね。破裂音の連続、これってド頭に割とサンタが街にやってくる風の、はい、イントロ入れて、はい、それと全然関係なく、なんつったんですね、高原風の。おそらくあの、当時流行ったマカロニウエスタン風のサウンドで、はいはい、最初4ビートでジャズっぽいんですよね。はいはい、残念なことに、あの、同七王天長がありませんで。これは覚えたことありますけどね。いや、だからちょっとよく聞いてると、これ、クリスマス感すごい少ないんだよね。金も打ってないし、うん、多分あの、頭に無理やりつけたサンタが街にやってきた以外は、はい、ほぼほぼないんだよ、うんうん。切り替え早かったですね。ですね、うん、だからこそサンタ出したんじゃねえかな、うん。メロディーの方にちょっと足りないから。うん、はい、ねえ、うん、この辺のアニメソングの、音楽的なことは僕の書いた、はい、解説昭和のテレビアニメ特撮主題歌大百科に詳しく入っておりますので、じゃあそれ音楽的にこういうものがよくこの時代使われてるみたいなあるんですね、傾向としては。そうですね、はい、マカロニウエスタンっぽいのとか。なるほど、さあちょっともう一曲いけそうなんで、まあメジャーなんだけどもなかなか聞くケースは少ないでしょうという、ちょっと今日4曲目、はい、タイトルお願いします、はい、内藤晴美ドラえもんのルンバです。これが、要するに最初のアニメ化したドラえもん、これも僕が小学校か幼稚園ぐらいの時の、ドラえもんアニメ、日テレ版のドラえもんの終わりの歌なんですけど、はい、聞きどころは僕の中で一つなんですけど、はい、あの、クイーカっていうの？おーここ、おーここ、おーここ、こうっていう、うん、あれが、テンション低めになってるのが、喘ぎ声みたいに聞こえる。ドラえもんどうしたっていう感じに聞こえるのと、あと、試しに作ってる感じで、秘密道具要素がほぼないです。ドラえもんといえば、はい、秘密道具。ぜひ聞いてください。あの、喘ぎ声だと思って聞くとよりいいですよ。内藤晴美さんで、ドラえもんのルンバです。
さっささっさと飛び出す飛び出す飛び出すドラえもん、できないことなど何にも何にも何にもないぞ。コンピューターが友達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 さ、おいらかっこいい猫猫猫猫猫猫ロボット、のび太泣くなよ助けに行くぞ、宿題なんか平気だい。さっささっさとやっつけろやっつけろやっつけろドラえもん、どんなやつでも怖くは怖くは怖くはないぞ。五千獣が物言う物言う物言う物を言う、おいら強い猫猫猫猫猫猫ロボット、のび太負けるな助けに行くぞ、ヒゲが張り切りピンとなる。どうしたどうしたどうしたドラえもん、えへへしまった間違え間違え間違えちゃった、当てにならない時も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 ある、おいらずっとけ猫猫猫猫猫猫ロボット、のび太怒るな友達同士二人一緒に頑張ろう。いかがですか、いかがですか、ドラえもん。もうそうとしか聞こえなくなっちゃって、はいはい、なんか違う、はい。まあ最近の方はね、ドラえもんイコール星野源くんだと思ってるかもしれませんけど、僕の中ではこれですから。ていうか、あの、音楽性で言うと、本当は厳密にルンバではない、はい、ルンバ、まあルンバというより、まああの、ソンっていうパターンを、クラベスっていう楽器が叩いてるんで、ドラえもんのラテン音楽っていうタイトルが。なるほど、なるほど。ラテン一番いいかと、まあ。いろんな風が入ってる中でも、まあ、ラテンに寄ってますよっていうことなんですね。僕はね、秘密道具が出てこないんですけど、その中で光線銃が物を言うっていうところがすごい好きで、はい、結構ドラえもんの中で物騒な感じを出してきてるなっていうのですね。おそらく、作詞の方はおそらく読んでないんじゃないかという。そういう感じがしますね。コンピューターが友達とか。すごいのがドラえもん、まあ、ちょっと途中で変わるんですけど、ドラえもんが野沢雅子さんだったり、あの、のび太のママが、はい、小原のり子さん。だから、のび太がのび太のママ役で、で、ジャイアンが、肝付兼太さんなんですよ。スネ夫なのにっていう、その辺がちょっと変わってるんですけどね。ということで、お子様向けにやってきましたが、ちょっと来週のお知らせですが、来週、年末も近づいてきたということで、はい、アレコード大賞のノミネート曲最後の発表がありますからね。で、実際にアレコード大賞の方があるかどうかはまだ定かじゃないです。ノミネート曲の方を発表しますので、楽しみに聞いてください。ということで、今週はアレコードコレクター音楽ライター、ガモユウジさん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ケーズ電機。マルコはなんで現金値引きが好きなんじゃ？後から使えるポイントよりその場で安くなる方がいいじゃん。しっかりしとるな。お得なことには目ざといマルコであった。みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。ユーレクユーレク大勢ユーレクユーレクユーレク大勢ユーレク伊集院光とラジオとあれと、この時間はケーズ電機、大成ユーレック、ほか各社の提供でお送りしました。高圧受電設備の電気主任技術者をお探しなら関東電気保安協会。高圧受電設備の改修をお考えなら関東電気保安協会。電気は正しく安全に使いましょう。
関東電気ファン協会。この年になると保険料が心配で。満80歳までお申し込みいただける財布に優しい医療保険なら、入院1日あたり最高1万円を最長60日まで保証します。 0120-676-626 FWD 富士生命まで。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、7代目自転車名人の私石井正則と引田聡が番組のハンドリングを務めます。健康や美容にもってこい、手軽で経済的、何より乗ってて楽しい、そんな自転車を身近に感じていただくひととき、日曜夜6時30分から。よし散歩行くぞ。よかったね。じゃあお父さんこれ食べてって、あゆみのゼリー。え、毎日の食事と運動にプラスしてみない？それは最新完成役所のあゆみのゼリー、根の力、特保ではなく機能性表示食品です。あゆみのゼリーにはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。お、食べやすい。これからも毎日お散歩行きたいもんね。食事、運動、歩みのゼリー。まずは無料のお試し3本セットをどうぞ。歩みのゼリー、お問い合わせは 0120-777-444 777-444、 最新完成役所まで。千代田セレモニーは大切な人を偲ぶ気持ちに寄り添って、心を込めて皆様の思いを形にさせていただきます。一人一人に合わせたお葬式を安心できるご予算で。ご相談は千代田セレモニーまで。いざという時、あなたのそばに。時刻は9時52分です。ここで TBS ラジオ交通情報をお伝えします。警視庁の白井京子さん、お願いします。はい、京葉道路下りは貝塚で4キロ半、首都高速道路は湾岸線の西行き新木場での事故の処理は終わりました。この時間火災付近を先頭に3キロ、また5号線の上り東池袋での事故の処理も終わりました。この時間5号線上りは板橋本町で2キロ半15分です。一般道埼玉県内は407号の下り、県央鶴ヶ島入口交差点で2キロ近い渋滞です。千葉県内では国道6号の上り、松戸市真橋付近、乗用車が故障してこの時間も止まっています。1車線が通れず1キロ。県道の印西印場線、印西市の笠上ではこの時間も事故による通行止めが続いています。現場の指示で迂回なさってください。都内は三つ目通りの内回り、江東区木場1丁目、事故の処理が続いて1車線が通れず、右側が規制され1キロの渋滞、通過には30分です。警視庁から以上です。警視庁の白井京子さんでした。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は、この後10時25分頃にお伝えします。桃太郎はあまりの暑さに耐えられず、暑い！桃を飛び出し、川を泳いで行ってしまいました。人魚姫はゴミが邪魔で、とうとう地上に上がることができませんでした。物語が変わる前に守りましょう地球環境。民放連です。メモリードライフ。自分の人生には満足しています。平凡だけど穏やかだったし、外国旅行も行ったし、あとはささやかに最後の時を迎えるだけなんですが、万が一の時、葬儀費用で残された家族に負担をかけたくないし、という私の心配にメモリードライフは応えてくれるのです。満89歳まで申し込みできるそうだし、医師の審査は不要だというし、なので資料請求は元気な今からお願いしようかと。死亡保険金額100万円コースなら、満60歳女性の場合、年払い保険料7940円、一月あたりおよそ662円です。メモリードライフの葬儀保険、資料のご請求と詳しい内容のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-244-888 0120-244-888 まで。 TBS ラジオ一員光とラジオと、この後10時から
タレントの磯野貴理子さんをスタジオにお迎えします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、今週のメッセージテーマは2020年個人的ベストバイ。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から、厳選した小豆と甘栗をふんだんに使用した栗かのこと、甘さを抑え自然の風味を生かした芋羊羹、北海道産牛乳を使用したくず練りミルクと、ぜんざいに一口タイプの羊羹が入ったバラエティ豊かな和菓子詰め合わせと、ヨーグルト風味の2種類のプリンにフルーティーな風味のみかん、ピーチ、グレープのゼリー、サクサクとした食感の富士屋デリシャスパイが入った洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。さあ、この番組の影響でちょっと物を買ってくださったっていう方は嬉しいんだ。はい、ありがとうございます。ラジオネーム上風太郎さん、39歳男性の方。はい、我が家は妻が出勤、私がリモートワークなので私が食事当番になっております。うん、男子なので、はい、道具からこだわりたい、まあ、まあ精査関係ないですけど道具こだわりたいということで、うん、先日ゲストにいらっしゃったビヨンハイバーグ社長のタワーナイブズで包丁を買いました。うん、あら、はい、はい、異次元の切れ味で本当に食材も美味しくなる。本当そうだったんだね。ここで、うん、その包丁で切ったトマト、うん、舌触りが全然違うんだよね。もう、一室野菜の曜日だったっけ、一緒だったっけ。いや、この違います、木曜日だったかな。そうだよね、はい、違うよね、夜ね、はい、お前も食べたみたいな顔してるからさ、いやもう聞いてて本当になんか舌の食感が全然違うんだろうなって。全く違うね、はい、で味も違う、うん、で本当に食材も美味しくなる。魚嫌いの息子にこれで切った刺身を出してた、うん、パクパク食べてましたよ。へえ、すごい。なんか責任持ってる感じがするのが、包丁を作った人のカードがついてたりするんですって。でコロナが収まったらお礼を兼ねて見学に行きたいです。あら、すごかったね。でもなんか和包丁の話を外国の方に教わるっていうのはある意味ちょっと恥ずかしいことだなと思いながらも、勉強になることだらけでしたね。なんかお刺身の染み方から何から全部違うんで、それはやっぱ同じその食材でも、切るもので違いますよって話をしてましたね。それからですね、ラジオネーム昭和26年生まれ男性の方です。はい、今までの人生でベストかもしれない接着剤を買いました。接着剤、うん、身の回りのものが壊れて修理するとき、ほとんどのものの材質はプラスチック。プラスチックの接着は、いろいろこうそのものによって接着剤を選択しなきゃいけないとか、うん、接着不可能なものが結構多かったんだけども、うん、ボンディックっていう液体プラスチック的なでね、すごいな、接着剤をここつけたいっていうところに持って合わせて、はい、で、そこにこう小さい懐中電灯みたいな付属品がついてて、はあ、で、これはなんか紫外線ライト。で、この紫外線を当てると固まるっていう。はあ、面白い。すごいね。すごい。だ、今までだって早くしないと固まっちゃうよみたいなことなんだけど、うんうんうん、ゆっくり合わせて、そこにその紫外線を当てることで固まり始めて、はあ、きちんと固まっちゃうっていう。なんか全然世の中知らないところがすごいことになってんだね。うん、いや、いいものを教えてくださってありがとうございます。みんなの願いを乗せて今年もクリスマスがやってきます。大切な人のことを思う大切な日、山崎のクリスマスケーキ、ご予約お待ちしております。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。高橋秀樹です。大切な遺言書のことなら朝日信託のしっかり遺言 .com、 しっかり遺言が10時をお知らせします。
曜日やるときこの時間が多くない？そうですね、ゲストさんの前。そうだね。ということでこの音が鳴ったということはみんな電力プレゼンツ電気代ビンゴのお時間です。あっしゃい。みんな電力さんご提供のコーナーでございます。みんな電力さんは自分の考えで電気を選んでほしい。毎月自分がどれぐらい電気を使ってるのかを気にかけていてほしい。そのためにも検針表をチェックして大事にしてほしいというご要望を持っております。そこでできたコーナーです。仕組みは簡単です。皆さんのお家に毎月届く検針表、それがそのままビンゴカードになります。で、毎週番組内で3桁の当選番号を決定して発表します。で、お手持ちの検針表に記載されている電気料金の下3桁と、その数字が一致した方の中から抽選で1名様に毎月の電気代1万円をプレゼントさせていただいております、はい、さあ前回の当選者発表からいきます、先週の当選番号419で一致したよという方が全部で24名様いらっしゃいまして、うん、その中から抽選で選ばれた当選者の方は茨城県日立市にお住まいの村田陽子さん、おめでとうございます。また寒くなってきて暖房費とか結構かかりますからね、電気代もね、1万円すぐに送ります。さあ改めて、はい、今安田の手元に赤青緑3つの10面体ダイスが入ったカップがあります。で、私の合図でこれをカラカラのポンしていただいて出た目を赤青緑の順に読み上げて当選番号決定です。はい、もう92回だってねえ。第92回みんな電力プレゼンツ電気代ビンゴ当選番号の決定と発表です。それでは安田さん、ですをお振りなせあるあるないけどある、お化けの国のクリスマス。よく覚えたな、あの1回だけでさあオープン。ほら、赤2、青2、緑9ということで当選番号は229です。さあ当たったという方、ここからが大事です。当たったという方は検診票のコピーもしくはウェブ明細の方などはそれをプリントアウトしたものと住所、氏名、年齢、電話番号を書いた紙を郵送してください。締め切りは12月13日日曜日までに番組サイドに届いた分が有効です。で、外れちゃった人も、まあ、ちゃんとこう数字合ってます、送った外れちゃったっていう人にもステッカーがまた抽選で当たりますので、番号一致してる方はぜひぜひ送ってください。はい、宛先です。宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオと電気代ビンゴの係までです。検診票には個人情報も記載されていますので、必ず封筒に入れてお送りください。そして外れてしまった検診票も翌月に繰り越して使用できますので、そのまま保管しておいてください。引き続き皆様からのご応募お待ちしております。以上、みんな電力プレゼンツ電気代ビンゴでした。ここでみんな電力からのお知らせです。ご存知ですか？今おうちの電力を自然エネルギーに切り替える人が増えています。自然エネルギーとは風力や太陽光など地球に優しいエネルギーのこと。そこでおすすめなのが TBS ラジオの電力も供給するみんな電力。みんな電力は自然エネルギー比率がナンバーワンの電力会社。どこよりも自然エネルギーにこだわるからこそ、どんな人が発電しているのかまでわかる仕組みを採用しています。例えば、津波の跡地で太陽光発電に挑戦する福島県の三浦さんや、使われなくなった畑を発電所として再活用し、地域に貢献する神奈川県の小山田さんなど、電力を選ぶことで彼らを応援することにもつながるんです。さあ、あなたも地球の未来のために自然エネルギーナンバーワンのみんな電力に切り替えませんか？詳しくはみんな電力で検索。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと磯野桐子と、おはようございます。今日はやっとこの番組読んでいただけました。よろしくお願いします。
TBS ラジオ伊集院光とラジオと、改めましてこんにちは、伊集院光です。わっしょい、アシスタント安田美香です。今日のゲスト、タレントの磯野貴理子さんです。はい。まあ、スタートはアイドルっぽく出てきたんだよね。まあ、アイドルとして出てきたんだよね。はい。笑っていいとものオープニングに出てくる3人組として、いとも少女隊、いとも少女隊、はい、チャイルズ、そこスタートなんだよね。ねえ。で、まあまあ、いろんなことがありますから、じゃあ本人来て聞きましょうか。磯野貴理子さん、この後すぐ登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りします。氷川きよしです。金福、こだわりと思い、素材、熟成の技、日本の明太子、金福の明太子、贈り物に金福。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、磯野貴理子さんは1964年生まれ、三重県出身。21歳で劇団入団後、女性お笑いアイドルグループチャイルズを結成。1987年、笑っていいとものいいとも少女隊に選ばれ、一躍全国区の人気者になりました。その後は女優やリポーターなど幅広いジャンルで活躍。去年放送25周年を迎えた早く起きた朝はや、行列のできる法律相談所、ほんまでっか TV など、様々な番組でお茶の間に明るい笑いを届けるタレントの磯野貴理子さんが本日のゲストです。ということで、スタジオには磯野貴理子さんです。はい、よろしくお願いします。おはようございます、磯野貴理子です。お願いします。お願いします。ずっと言ってんだけど、はい、貴理子さん可愛くなった説。あら、ありがとうございます。何をそれ。これね、これね、あの、大変なことも経てるから、なかなかこう、褒められても難しいと思うんだけど、ご病気して少し口調をゆっくりにしたじゃない。はい、したというか、多分あんまりうまく喋れない時があるんですよね。いや、全然それは気にならなくて、ちゃんとゆっくり丁寧に喋ろうとしてる貴理子さんの、そのペースが、は、なんかこの人ちょっと可愛くなって俺のツボに入るスピードなの。あら、ありがとうございます。褒められられないか。嬉しい、嬉しい、嬉しいわ。そんなん言われ、超久しぶりに褒められたから。可愛いだって。嬉しいわ。もういきなりご機嫌になっちゃった。何から話そうかな。いや、年ごまかしてた話からする。いやだ、なんでそんな話するのよ。もういいじゃない、大昔の話なんだから。もう最大何歳ぐらい言ってた。最大ね、5つ。5歳。そうだよね。俺途中で抜かれてんだから。途中でお姉さんになってるの。年齢的に妹ぐらいの年齢が。ちょっと飛んで上行ってんだから。でもなんか最初のね、そのチャイルズね、いいとも少女隊的な、あの頃はバタバタしてたんでしょ、相当バタバタ。そうですね。3人。うん。3人組で。うん。うん。バタバタっていうか、もう、なんだか何やってるか分かんないって感じですよ、自分たちではね。だって聞いたら、今プロフィール見てびっくりしたのが、はい、最初高校卒業した後に、うん、銀行で働いてるんですか。そうなの、日本橋でね。ほう。日本橋にあった地方銀行で3年ぐらい働いてて。ほう。そうなんですよ。で、何がきっかけでこういう仕事をするようになったんですか。だから、もともともう憧れてたんですよ、うん、芸能界に、うん、アイドルになりたかったアイドルになりたくて、18で高校卒業して東京出てくるでしょ、うんうんうん、それで、それは就職を理由にしないと親が許してくれなかったから、銀行に就職して東京出てきて、そしたら仕事を覚えるの必死じゃない、最初は、うんうんうん、銀行ので、3年ぐらい夢中で銀行員をやってたんです、うん、それはっと思い出したの、私は何のために東京出てきたんだ夢があったじゃないかと、そうだったわと思って、近くの本屋さんで、うん、あの、今もあるから、デビューっていう雑誌あったね、オーディション情報がいっぱい載ってるやつね。そうそう、あれを買って、うん、それで一つだけ、いろいろ大体受験料5000円ぐらいいるんです、はいはい、
一つだけ無料のところがあってここは良心的だと思って受けたんです、はい、そこを、はいはい、そしたらそこが私はちょっともう舞台女優ならいけるかなんて勝手に思ってたの、うんうん、もう3年経ってるから21でしょ。そう、当時のアイドルのデビューの年からするともう21なら遅いって言われちゃうもんね。アイドルは無理よ。じゃあ劇団女優、舞台女優になろうと思って、はい、で、それで、劇団。そうそう。に入るわけだ。はい、そこを受けて。で、そこからどうしてチャイルズになったの？だから受けて、受かったんですけども、うん、はいはいはい、それがお笑いの事務所だったんですよ。はいはい、はい。コント赤信号とか、うん、ピンクの電話がいる、うんうんうん。レオナルド・クマさんもいらしたかな、当時は。すげえな。うん。そう、お笑いとかも全く興味がなかったからびっくりしちゃって。それ私たち3人が受かって、そういう事務所だから、うん、コント作ったり、うん、コントやるみたいな。まあ、作っていただいたんだけども。うん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 。それでなんかコントライブ出たりしてるうちに笑っていいともに出してもらえるようになったんですよね。だこれが面白いのは、もともとアイドルになりたかったのに、なかなかそれが叶わないで、はい、じゃあ舞台女優になろうかと思ったら、お笑いの方に少しずれて。そうそうそう。と思ったら今度いいともの看板娘みたいな、ちょっとアイドルに戻ってくるみたいな。ちょっとはそうだわ。謎の人生のあの辺は本当に僕は出してんだもん。レコード、CD も出したわ。アイドル曲を。ゲームとかにもなってたんだよ。ゲームなった、そうそう。なったでしょ、チャイルズクエスト。ドラクエのパロディーの。あ、そうですか。そう、ちょっとアイドルみたいなこともしたのよね。そう、そらね。コンサートやったり。年も行ったり来たりしますよ。そこまでバタバタしてれば。でもそんな中で、その、定期的にいいとものそのキャラクター変わってっちゃうからさ、そうそう、チャイルズ終わるわけじゃない。チャイルズが亡くなって、うん、そっからどうなってくの？何がきっかけこんなに、面白いおしゃべりする姉さんいるわみたいな。だからもうそうか、チャールズも解散みたいになって、うん、一人で、うん、あれ出してもらったんですよ。スタードッキリマルヒ報告のほうほうほうレポーターとかやらせてもらったり、うん、あとその頃ってもういろんなレポーターの仕事がいっぱいあったのよ、うん、で割と元気に喋る。そうそう、ロケ行って、新橋の酔っ払いにインタビューとか、そんなんいっぱいしたわよ。そんなんとか、はい、レポーターの仕事いっぱいしましたね。だって結構体当たり系もあったでしょ。俺多分一緒のレギュラー一本やってたもん、なんか。あったよね。あれじゃない、ギャグ満点。TBS、TBS の。ね、TBS は TBS でヒロミさんとか行って。そうそうそう。なんだっけ、タイトルね。TBS の。で、なんか、はい、みんながヒロミさんとか、中山秀ちゃんとか、その若手のちょっと出てきたよっていう人たちがずらっといて、うん、で、視聴率が悪かったんで、体当たりロケだけど、うん。で、途中からヒロミさんとか秀ちゃんとかロケやんなくなっちゃって。あ、そう。俺らよく行ってたよ、なんか。やったらそれで、なんかそんなやってたの覚えてる、ね。なんかやってた、やってた。あったあった。あとはご機嫌ようかな、やっぱり。ご機嫌ようはね、お世話になりましたね。ものすごい出してもらったもの。でも真面目に取り組んでたでしょ、ご機嫌よう。一生懸命やってたでしょ。いや、もう必死よ、必死。ご機嫌ようってね、サイコロにいろんな目が書いてあって、ね、どれが出るかわからないから、そうなのよ。それこそ、一生懸命これが出たらこれ、これが出たらこれみたいな、考えなかった。考えた。いくつも考えて。うん、でもほら、結局、こじつければ何でも話せるなってことに気づいてさすがだね、途中で、途中で気づくじゃない、みんな。うん。なんか、びっくりした話と怖かった話は、うん、同じで大丈夫って分かってるじゃん。そう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 。そういう時に限って、それが出ない、両方。そう、恋愛の話が出たりね。出たりとか、自分の一番こう、自信のある話じゃないやつが出たりとかして。そうそうそう、そう。懐かしいなぁ。さすがじいさん分かってくださる。すごい覚えてる。ね、でもなんかそういう意味じゃ、芸能活動的にはピンチなし、ずっと普通。いやいや、ありましたよ。それはやっぱり、チェーズが、テンス辞めた頃はやっぱり仕事をそんなしてなかったですね。なくて、うん、で、それこそ安田大好きなんでしょ、あの番組。安田の好きなやつ。もう早く起きた朝はが大好きで。ありがとうございます。で、大学生の頃から見始めたんですけど、うん、まあタイトル変わってますけどね。そうそうそう。そう。でも、こう、だんだん、その時は言ってることが、うん、視聴者さんからの愚痴とか、不満とか、うんうん、それに対してキリコさんが答えてっていうのが、最初はわかんなくてポカンと聞いてたんですけど、自分もこう結婚して、年を重ねていくと、わかるっていうのを一緒になって、そうなのよ、もう、あんたんなって、ほんとダメだよ、みたいな。なんか一緒になって、めちゃめちゃ好きで、コンサートとかも行かせていただいて、何回か。嬉しい。番組の。ライブやってたんです。ありがとうございます。はい。ほんと。今番組の中で、好きなシーンっていうか、好きなとこがあるんでしょ？
そう、うん、あの今の番組の早く起きた朝の中で、はい、え、何ですか、あの投稿されたこうおはがきを読むじゃないですか、皆さんからの、はい、その時にキリコさんが、うん、ちょっとメガネかけるわねって言って、メガネ、あ、老眼鏡ね、そう、うん、やっぱ老眼鏡、老眼鏡です、あれ、あ、それ、そういう年だよ俺ら、そういう年だよ、おうおう、でもそれの時なんかグッときちゃって、ちゃんと読むぞっていう感じ、そうですね。あとなんかもう本当に20代の頃、あ、20代じゃなかったのかな、ちょっと、それは分かんない。誤差があるんですよ。分かんないけど。20代、20代後半だ。芸人20代から始めてるから、はい、うんうんうん。お若い頃からそうやって一緒に見てきて、うん、こうメガネをかけて読むって、はい、書きをちょっと話して読むっていうのとかも、なんか、ああ、歴史を感じてなんかジーンときちゃうんですよね。老眼鏡褒められてもね、ちょっと困っちゃうけどね。森尾由美さんがここゲスト来てくれた時に、あ、そう、あの、磯野桐子さんってどんな人ですかって聞いたら、うんうん、あの人は真面目。すごい真面目っていう。うん、はあ、そんな言ってた。そんな頑張んなくてもっていう。なんか、でも、なんかわかる気はするわ。由美ちゃんから見たらそうなんだろうなって感じ。え、逆に森尾由美さんってどんな感じですか、見たら。由美ちゃんはもうね、理想のお母さんって感じだね。なんかこう、突っ込みどころがないっていうか、もう完璧よ、うんうん。旦那さんに対しても子育てにしても、うん、料理もちゃんとやるし、掃除もやるし、うん、本当に理想のお母さんだね。理想のご家庭だわ、あのうちは。松井直美さんは直美ちゃんもうね、泣き虫なのよ。すぐ泣いちゃうのよ、直美ちゃん。うんうん、その人の気持ちになって、うん、なんか優しいのかな。優しいんだね。キリコさんって、はい、真面目だし、うん、すごい心配性だよね。そうなの。なんか、ね、飲みの心臓とか言われ、昔言われたりして、気ちっちゃいのよ。なんかいつも見てる人はどう思ってんだろう、気分を害されないだろうかみたいことばっかり実は考えてるよね。そうなのよ。うん、直したいんだけどもね。うん、こればっかりよね。適当な人に本当はなりたいのよ。実は適当じゃないのよ。そう。すごい考えてて、すごい心配性なのに、最終的におっちょこちょいっていう。それがすごいなと思って。落ち込んだりする。そうそう、するする。あ、でもね、昔に比べたらもうしなくなりましたね。年齢かな。もうそんなに、まあ、いっか、みたいな。俺ずっと思ってるんですけど、急にキリコからキリになったよ。なったなった。はい、なんすか、急に。あれはね、一回目の結婚の時のご家庭が信用してる、うん、なんていうの、あ、運勢がいいよみたいな、そう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 、占うみたいな方がキリにした方がいいんじゃないですかみたいな、はい、あ、そういうことなんだ、じゃあそうします、だったらそうしようっていう、はい、結婚2回やったんだ、あ、そうです、2回ね、2回声がちっちゃくなって、もう生だから聞いちゃって、いいのいいのいいの、全然いいよ、聞いて聞いて、結婚は離婚ってどんな感じ、どんな感じで始まるの？離婚？離婚は。離婚が始まる？離婚の兆しっていうの、前兆として、兆しとして、なんかなっていう。そう、理由によるんじゃない？うん。いろいろよね。最初はもうやっぱりほら浮気だったから、うん、うん。それはもう相手を見てるとわかるじゃない、うん、あ、そういうもんなんだ。すぐわかるわよ。いやいや、鋭そうだもんね。いや、女の人はわかると思う。大体わかると思う。あ、そういうもんなんだ。変だもん。あ、こいつ、え、変はどこに出るの、うん、なんか、口笛吹いたりさ。口笛ですか、他の女と楽しいね。他の女の子と思い出してんのよ。そうなんだ。なんかこいつ浮かれてんなっていう。そう、浮かれてる、浮かれてる。なんか、何なんだろうパンツとかさ、すごくなんか、洒落たパンツ自分で買ってきたりしたりして。わかりやすいのよ、男って。そういうところ。なんかでもさ、そうやってなると、で、一回離婚経験して、でも、うん、もう一回いい人見っけて結婚するじゃない、はい、で、それも、終わっていくっちゃ終わっちゃうわけじゃない、そうね。終わったわね。終わったわね。何よ、何が聞きたいのよ。経験したことない頃だから、それをいっぱい経験してるから。そうだね。あと、もっと言えば、ラジオ、俺なんかもそうだし、うん、ラジオ聞いてる人が、あそこ教えてほしいと思うのは、うん、病気の時の、はい、なんていうのかな、前兆とかってあるもんなの？脳梗塞でしょ。脳梗塞。あれがね、私自分ではね、うん、なんか心臓が、私心臓から来てる脳梗塞だったんだけども、そんなのもあるんだ。不整脈みたいな。うんうんうん、そう、私なんか心臓がすごくやけに、ドキドキがすごいなと思って、うん、で先生、あの主治医みたいな人に相談したりもしてたんだけども、うん、なんかあんまりちゃんとしたいい答えもらえなくって、うん、でなんか本とか読んでたら、更年期の症状で不整脈があるって。知って、はいはい、ああ、更年期だと思って。それまたほっといたりしてたの。で、お酒好きだったから。
お酒もあるんじゃない？お酒すごい飲んでたから。でもとにかく最初はその心臓ドキドキするなっていう。ドキドキがあった。でもなんかお年頃の女性は大変なのは、更年期っていろんな出方が多分あるだろうから。そうそう、人によるしね。で、そうするとこれもまあまあ当てはま、年齢的にもまあまあ当てはまるだろうって思ってると、ちょっと見逃しちゃったりするんだ。その今言ってた。かもしれないよ。私はそうでした。あとほら、痛くないしね。そうなんだ。何の痛みもないから。うん、そのまま寝たまま、私はたまたま起こしてもらったから、うん、もうその時一緒にいた旦那、うん、2回目の旦那に起こしてもらったから、うん、救急車呼んでもらったからよかったんだけども、うん、そのまま寝れたらやっぱり死んでたらしいわよ。そう。だからそこを気をつけてほしいね。痛みがないから、うん、なるほど、ちょっとおかしいと思ったら、ねえ、うん、リハビリは結構かかったのかしら。そうでもないのよ。大して私、うん、そんなに、なんかリハビリって言われてもピンとこなかったんだけども、うんうん、なんかね、リハビリ行ってくださいみたいな、何時何階の先生のところに、まあ面接みたいな感じで、うん、そうするとその先生がね、うん、まず名前と、名前は何ですかって、うん、その切り子で、生年月日と、うん。で、ここは何県ですかとか、そんなん聞くわけよ。うん、この、ここは何ていう病院ですかとか、うん、何階、あなた今何階にいますかとか。うんうん、毎回聞くのよ。会うたびに。私もだんだん腹立ってきて。わざわざ仕事のスケジュールを開けてきて。そうそう。聞かれることが。また聞く。もう先生ね。もう毎回聞きますけども、うん、何ですかみたいな。言ったの、うんはい。そしたらね、磯野さん、うん、これをねって先生持ってたボールペン見せて、うん、このボールペンをね、何ですかって聞いてね、腕時計って答える人もいるんですよって言われて、私びっくりしてしまって。大変な病気なんだと思って。なるほど。それからもう真面目に真面目に取り組むようになって。毎回、何々病院です。ここは何階です。そう何県ですっていう。はい、あ、そういう、怖いね、怖いね。ちょっとびっくりしちゃったの。でも僕らは健康当たり前と思って生きてきちゃうし、ええ、まして一回ご病気しても、そうそうそう、一番ひどいとどうなるのかわからない。自分の症状しかわからないから、はい、この先生、毎回私をからかってたんだよ。そう、そう、バカにしてるのかと思っちゃったの。でもやっぱり今日ラジオ聞いてる人なんかは僕の言ってることわかると思うけど、はい、ちゃんと言葉を選んで喋ったりとか、きちんと聞いてもらうためにゆっくりのペースになってるのが、俺可愛いと思うよ、本当に。ありがとう。ね、ちゃんとスタッフスタッフ笑ってんじゃん。別になんで笑うことじゃないよ。笑うことじゃない。いや、大爆笑が。武蔵野桐子さんだから喋り出すとずーっとパンパン喋ってて、心の中でうるせえな、黙んねえのかな、この人って思ったのが、本当に一生懸命伝えよう、伝えようってしてるの見ちゃうと、ちょっと俺キュンとしちゃうんだよね。さあちょっと、照れてる間に一回 CM 入れます。磯野桐子さんゲストでお迎えしています。ラジオっていいね。僕たちジャニーズジュニアのハイハイジェッツがおすすめするのはズバリラジオ。最近ラジオ流行ってるもんね。ウォーキングの時とか、うちで仕事の時とか、あの人いい声してるなとか、スマホでも聞けるし、寝る時にベッドで聞いてるよ。ラジオの時のあの人めっちゃ面白いし、なんかラジオ番組やりたいね。ハイハイジェッツの寝耳に水とか、何その番組名。でもいいよね、緩めの感じでやりたいな。音だけだけど、キャンプしながらとかもいいよね。うわ、いい、やっべ、夢膨らむ。ラジオっていいね。好きな番組、今度教えてください。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りしました。おひな様と五月人形、今コーノスひろたやで予約セール。コーノス初詣は、厄除け、家内安全、交通安全の川崎大師へ。新年のご祈願は、川崎大師へ。心も満タンに、コスモ石油。コスモ石油、セルフ上田サービスステーションの鈴木です。福島県のコスモを代表してお礼申し上げます。今年一年、大変お世話になりました。東北なハワイ、富良野町いわきへお越しの際は、当店に寄ってくんぜ。待ってっかんね。コスモ石油セルフステーション富岡の荒谷です。北海道のコスモを代表してお礼申し上げます。10月にリニューアルしたてのサービスステーションです。マスク消毒しっかりでご来店をお待ちしております。函館に来た際はぜひどうぞ。今年最後の給油もお近くのコスモへどうぞ。
ちょっと食べ過ぎるとすぐにもたれる。油物でムカつくようになってきた。胃袋だって年を取ってくるんですね。そんな弱った胃の粘膜を丹念に修復してくれるキャベジンコアアルファ、元気な胃袋が戻ってきますよ。第二類医薬品です。時刻は10時25分です。 TBS ラジオ天気予報をお伝えします。気象予報士の染井明子さん、お願いします。はい、今日は千葉や茨城では昼頃まで雨が降ったり止んだりとなります。千葉や茨城の方は洗濯物は外に出さない方がいいと思います。東京や神奈川、埼玉は雨は降りませんが、どんよりと曇り空で、こちらも洗濯物の外干しには不向きな天気です。群馬と栃木では晴れ間が出てきました。この後も大きな天気の崩れはないので、群馬や栃木では洗濯物外に出しても大丈夫そうです。最高気温は12度くらいの予想です。今週は月曜日、火曜日と16度、17度くらいまで上がっていたので、それに比べると今日は5度くらい低くなります。夜も昨日の夜より冷えそうなので、今日は暖かくしてお過ごしください。明日は午前中は曇りがちとなりますが、午後は日差しが戻りそうです。そして明日の朝は今朝よりぐっと冷え込みそうなので、今夜から明日の朝にかけては布団をしっかりとかけて寝てください。以上です。ありがとうございました。気象予報士の染井明子さんでした。ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。チューリッヒ？チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-455-572-455-572 まで。ここで TBS ラジオ交通情報をお伝えします。警視庁の薄井ひろ子さん、お願いします。はい、首都高速は4号の上り永福で3キロ通過に10分ぐらい、交通量は少なめです。東名高速をはじめ首都圏の高速道路いずれも流れスムーズ。一般道は神奈川保土ヶ谷バイパスの上り藤沢市の白畑1丁目付近、前にあった事故の調べ始まって一車線規制で通りにくくなっています。千葉は国道6号の上り松戸島橋の事故処理終わりました。印西印馬線印西市の笠上付近は事故で両方向通行止め続いています。都内は江東区内の三つ目通りの内回り木場一丁目付近、乗用車やタクシーなど車両3台の事故、3車線のうち左側2車線が規制されています。1キロ弱通過に15分前後です。警視庁から以上です。ありがとうございました。警視庁の薄井ひろ子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は10時55分頃にお伝えします。サファリといえば群馬です。野生そのままにライオンゾウ、キリンシマウマ、ホワイトタイガーなど100種以上の動物たちが大集合。大好評餌やり体験バスなど見どころいっぱい。群馬サファリパーク、上信越道富岡インター降りてすぐ。伊集院光とラジオと磯野桐子とさつまいもと。さあ、改めまして今日はゲスト磯野桐子さんをお迎えしております。よろしくお願いします。お願いします。さつまいも、さつまいもとって言いましたよ。大好きなの。ものすごい好きなの。おもう毎日でも食べたいの。今ほら季節だからさつまいもあるけど、何時期も干し芋食べたり、干し芋も美味しい、自分でも作ったりね。作るまで行くの。干し芋作る、すごい美味しいもの。なんかさ、さつまいもって年々美味しくなってない？なんか甘いのが出てきた。どんどん甘いの出てきたりとか、なんかよくわかんない蜜だらけみたいな。あ、そうそう、年々美味しくなってる。なんかそのなんでしょうね、50ぐらいになる、50代になるとさ、はい、新しいものに挑戦ってあんまなくなってくるじゃないですか。ああ、今何か新しいこととかあります？私はもう結構50代になってからがなんかやりたいことが出てきて、そうそう、今ハマってるのは乗馬ですね。馬、意外なとこ来た。乗馬、乗馬してるんですよ。きっかけ何？きっかけはもともと初めて馬に乗った時にもう号泣しちゃったの、怖くって。怖いじゃない。何歳ぐらい？
20代ですね、うん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 、もう芸を帰ったばっかりの頃、うん、ロケだったんだけども、うん、泣いて泣いて、でも私二度と乗りたくない、はい、外でなんて乗らずに見てると可愛いけど、うん、乗るとまず高いじゃん、落ちたらこれやべえぞっていう感じ、そうやばいやばい、あれはやばい、あと落ちそうな動きするでしょ、そう伊集院さん乗ったことあるんですか、あるのよ、年齢制限じゃん、体重制限やるのよ年齢制限じゃない、体重制限あるでしょ、あれ大丈夫、すっごい丈夫なやつがいるからっつってで、それを乗せてもらったことあるんだけど怖いし揺れるし、そう揺れるのよ、ケツが猛烈痛いし、なんかなって全然今大丈夫、それで私やめて、うん、もう乗馬馬に乗るのも NG 部ぐらいな感じで、あ、もうトラウマだった、そうトラウマ、トラウマ、面白いこと言うつもりはなかったけど馬に乗るのがすり事故です馬のそうなんだ、それがダメだったのか、だそれで最近になってなんかずっと馬と距離を置いてロケでも何でももう馬とはもう、うん、接してなかったの、ずっと可愛いねなんて言いながら、うんうん、触ったりもしなかった、実はビビってたそうそうそう、で私ねふとね、あれ私このまま馬を怖いまま死んじゃってもいいのかしらと思って、もう一回チャレンジしてみようと思っちゃったの、うん、それで乗馬クラブとかもいっぱいあるから東京にも、それで行ってみて体験乗馬をまずやったんですよ、怖かったけども、うん、ものすごい怖かったんだけども、やっぱり怖かったですよ、うん、でも終わって30分乗って終わった後に、なんかもなんとも言えない気持ちよさがあったんですよね、癒されたというか温かかったというか、なんかね良かったんですよ、とにかく良かったんですよ、うまく言えないんだけどもこの気持ち、でも今の話は実はねとてもいいことを含んでて、なんつうのかな、ちょっと前に光浦さんが留学したいみたいな話を言ってて、なんか人生やらないできちゃったことを、うん、取り戻せるときは取り戻した方がいいんじゃねえかみたいな話は、まあ大雑把にだけど言ってて、うん、分かる分かる、うん、ちょっとあるよね、なんかね、あるそうなのよ、うん、いや三浦も言ってたそんなこと、いやそれはかっこよくて、なんかもうこれは諦めちゃったこと、もちろん間に合わないもんもいっぱいあるじゃない、うんうん、間に合わないものだらけだけども、うん、やれることはやってもいいんじゃないかっていうのは、うん、まさに今の馬の話、そうで、そうだ ね馬乗れなくても別にね大河に出るわけでもないから、そうそう出るわけじゃない、だけどでもなんとなくこのままでいいのかで、確かめてダメならやらなきゃもうやめちゃえば、そうなんです、いいでしょう、ええ、もうハマっちゃって、もう、すごい思うのがなんかね、嫌いだとか食わず嫌いとか思ってたものの中に結構面白いこと残ってるような気がして、うん、好きなこととかはテレビでも経験したりするから、うん、意外にまあ大体分かったんだけど、うん、絶対やったら僕自転車乗るっていうのすごい嫌いだったのに、40代中盤ぐらいからあんなに嫌うことねえんじゃねえかと思って乗り出したらすごいハマっちゃったりとか、やっぱりだなんかそうやんなかったことはやるのいいよね、いいと思う、絶対いいと思うわ、あとやりたいことなんだ、夢は夢仕事でもいいし今の夢でもいいし、BTS に会いたいな BTS 若いね、会いたいの、会いたい、一緒に焼肉食べたいの私サムギョプサルっていうのをまだ食べたことないの、あれなんか、巻いて食べる、巻いて食べる、意外に食えるわ、巻いてほしいの、巻いてほしいのよBTS に巻いてほしい、ちょっと増えてるぞ途中から増えてるぞBTS に会いたいだけだったら焼肉行きたくなって、しかもサムギョプサル巻いてくればってなってるぞ綿密な計画、私まさか BTS 好きになると思わないじゃない、うんうん、びっくりしちゃった大好き、今は好き、大好き、大好き、何の興味なかったんだけども、これだけ人気があるから絶対何かあるんだと思って動画を見ちゃったんです、もうときめいた、素晴らしかったねBTS いいわ、じゃあもしかしたら仕事で会うとかのあり得る、あり得るんだって。あるかな。で例えばさ、BTS が日本に来て何か体験ロケするとするじゃない。うん、そうすると同じぐらいのお年頃の女の子はファンの人が怒るから。気持ち悪く。だから絶対できないんだって。そうか。でそこでじゃあエスコートするとしたら、もう自分で言ったんだけどおばちゃんなんだって。おばちゃんなら安心安心。わかる。元気なおばちゃんだったら人気にもね、そのうーと影響しないし、はいはい、その上みんなも喜ぶじゃん。うん、なんかこういう感じのデートすんだみたいな。うんあるから、うん、絶対ありえるわ、いや諦めないで、
ただね、BTS って言われてたのに入ったら松尾伴内いたりしますけどね。やめてよ、やめて、松尾伴内さん、もういいよ、ね、なんとなくそういうことは起こると思いますけど、それは叶うかもしれないなあとやっぱりみんなゲスト来ると聞くのは、芸能界で影響を受けた人とかすげえと思った人とか恩人とかみんな聞きます、ね、私も中尾芽生さんです。意外なと思った。中尾芽生さんも本当に感謝してる。長くなるよ。いいよ、ぜひぜひ。大丈夫大丈夫。みえさんは最初会ったのはドラマで朝ドラ出してもらって共演して、うん、その時もう20年以上前なんですけども、うん、その時もうなんか気さくな方だかも、あの連絡先交換させてもらっていろいろお話しさせてもらったりしてる時にみえさんがね、借金しなさいよキリコって、うん、って私もそんな借金とか嫌ですよ、絶対しないと。そうそう、真面目だからもう絶対嫌と思ってたんだけども、うんうんうん、まあ、借金があるとモチベーションが上がるわよ、仕事に対しても、ね、だって今仕事が楽しくってそんなモチベーションなんかもう上がりまくりと思ってて、その時はそれまあなんか節目節目にいつもなんかメイさんとお会いできたりして、うん、何かんや更年期の時もそうだったし、うん、アドバイスもらったりしてて、うん、それでね2回目の結婚した後にメイさんと番組で一緒になった時に、はい、楽屋挨拶行こうと思って久しぶりだと、みえさんおはようございますって言った、あんた今楽屋行こうと思ってた、あんたの楽屋、うん、何ですか、夢を見てない、あんたのつって何ですか、あんたにねマンション買いなさいって言おうと思ってたのよ、マンション買いなさいって言わなきゃと思ったっていうの、ね、で私その時マンション買いなさいって言われてみえ、うん、さんにね、うん、買おうと思っちゃったの、うんうん、これすぐ不動産連絡して、はい、したらいいのが見つかったんですよ、たまたま。タイミングだね、それは。そう、タイミングなの。で、買ったら、まあ、居心地いいの。今もう住んでるんだけど。へぇー。そう、タイミングです。でね、それ買った後に、病気、さっきの話、病気してるから、うん、病気した後だと多分、ローン組めてないのよね。あー、そのタイミング、その物件も良かったし。良かったし。すごいいいタイミングなんだ。その不動産さんもすぐこの物件すぐ売れますから今すぐ見に来てくださいっていうような、ですぐ見に行ってもう見た瞬間決めて部屋に入った瞬間、もうみえさんのおかげなの。みえさん本人は何とも思ってないと思うよ。今の話だと中尾みえさん恩人っていうところから恩人要素が不動産屋さんの要素だよね。投資を進めてっていう。みえさん何でもそうなの。でもなんかそのタイミングで何かこうちょっといつもいいアドバイスくださって、それで今ローンでほら借金があるから、はい、頑張らなきゃっていう日も頑張らなきゃいけないじゃないこの年でもね。もしかしたらちゃんとリハビリやって今でもちゃんとトーク番組出たりとかしてるのはそういうこともそうもし借金なかった私もそのまま気力が持たなかったかもしれないしね。そうなんです。へえ、本当に感謝してるんです。恋愛はいやー、いい人いたらしたいです。恋愛したいね。お茶飲み友達でもいいんです。だったし紅茶恋とか飲む話し相手が欲しいわ。あ、でもちょっと分かる気がする。恋愛したいですね。いや誰かいないかな。いや、いるって俺思うんだよな、うん、俺ねいる前は思わなかったけど今はいるんじゃないかな。多分キリコさんといいペースでお話しながらお茶ができる人はいる気がする。そうそう、ね、安田さんいない人。まあ、ということで、同時間ちょっと行ってくれちゃったんですけど。旦那さん友達とかいなくて。あ、本気で狙ってるみたいですよ、いろいろ。僕が楽しみにしてるのは、馬に乗って BTS に会えるって嘘をつかれて、嘘をつかれて松尾伴内が出てくる番組を楽しみにしてますから。ということで、磯野貴理子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。時代を超えて愛される名曲を歌い継ぐ。TBS ラジオ公演フォレスタコンサート in オーチャードホールは12月10日文化村オーチャードホールで開催します。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧ください。ここで全国民放ラジオとラジコ共同プロジェクトのお知らせです。 TBS ラジオをはじめとする民放ラジオ99局では現在ラジオっていいねキャンペーンを実施中です。ジャニーズジュニア内のユニットハイハイジェッツのメンバーをアンバサダーに迎え、ラジオの楽しさを SNS や特設サイトでお伝えしています。そして民放ラジオ99局では高崎拓磨さんの小説を原作とした青春ラジオ小説
オートリバースを放送します。主演はハイハイジェッツの猪狩蒼弥さんと佐久間龍斗さん。80年代のアイドルブームの中を疾走した2人の青春ストーリー、お楽しみに。青春ラジオ小説オートリバース、 TBS ラジオでの放送は12月10日木曜日夜11時です。詳しくはキャンペーン特設サイトをチェックしてください。グッド群馬の新鮮野菜、 JA 新田みどりの野菜は太陽の光を浴びて今年も見事に育ちました。生産者が丹精込めたナス、キュウリ、トマト、ほうれん草、大和芋などぜひ召し上がってください。 JA 新田みどりがお届けします。ここで過払い金の無料診断、中央事務所に送られた70代女性の方からの感想をご紹介。私はデパートのカードでキャッシングをしました。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいかと無料診断に電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このように借金経験のある方は高額な過払い金が戻ってくるかも。今すぐ無料診断ダイヤルへ。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。あなたの過払い金を5分で無料診断。0120-10-10-10-10-10-10。米倉涼子です。楽天モバイルにする人どんどん増えてます。だって楽天回線エリアなら高速通信でデータ使い放題。4G も 5G も使えて料金そのまま月2980円。しかも最初の1年は無料なの。さあ、あなたも楽天モバイルで検索。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング、今朝の担当は竹下香奈さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は新年にふさわしい贅沢なお茶、お年賀にもおすすめの伊藤克美厳選迎春用低温熟成やぶきた煎茶をお茶色の法被を着てご紹介したいと思います。すごいすごい、香奈さん自ら来てくれてるのね。はい、あの TBS ラジオショッピングで一番人気のお茶といえば伊藤克美厳選の川根茶、皆さんもおなじみですよね、うん、昼と夜の寒暖差が大きく深い霧と澄んだ湧き水に恵まれた静岡県屈指のお茶どころ川根町。伊藤さんが選んだお茶は標高600メートルの山間部にある急傾斜の茶園で作られた天空のお茶なんです。今年もこの時期恒例、きらびやかな特別放送の迎春用をご用意しました、はい、縁起のいい宝船が描かれた金色の豪華な袋でお年賀にもおすすめです。なんかおめでたいし、なんていうのかね、すごく高級感があるし、それでいて野望じゃないんだよ ね、お年賀でいただいたら嬉しいですよね、これね。そしてもちろん贅沢なのは袋だけじゃありません、中身もです。今年の新茶の時期に摘んだ一番茶のみを使用しています。茶葉をマイナス10度の貯蔵庫でじっくり寝かせて低温熟成させることで甘みとコク、旨みを引き出しました。どうぞお召し上がりください。はい、待ってました。まずでもね、あのすぐにでも飲みたいんで一回見ちゃうんだよ ね。でそのこの色、緑色を確認してると上がってくるいい香り、うん、これで準備 OK で、なんか体の中が綺麗になるっていうか ね真人間になれるような気がする清らかに、うん、そして甘みが後からくる、うん、美味しいですね。美味しい、本当美味しい、味わい深い。はい、そして今日は伊藤克美さんとお電話がつながっています。伊藤さん、よろしくお願いします。あ、こんにちは。こんにちは、お願いします。こんにちは。伊藤さん、この迎春用はいつもの低温熟成やぶきた煎茶に増して贅沢なんですよね。はい、あのこのですね迎春用にはあの特別にですね一番茶の芽の芽茶をブレンドしています。芽、うん、茶は、一つの茎からね、一つしか取れない新芽だけで仕上げた、大変に貴重なお茶なんです。カテキンやお茶の旨味成分がこう、凝縮された芽茶を加えますと、よりコクのある濃厚な味わいになるんですよね。
確かに濃厚コクがあるしの、うん、こんな俺でも深いって分かりますよ。美味しいです、うん、本当美味しいですよね。あの伊藤さん毎年楽しみにしているリピーターの方って多いんですよね。ええ、ですね、お礼のお手紙もたくさんいただいてね、とても私励みになっております。今年もお値段据え置きで頑張りました。ぜひお試しください。ありがとうございます。ということでお値段です。伊藤克美厳選芸春用低温熟成やぶきた煎茶は 100g のパックを10袋合計 1kg のボリュームで税込み5140円。5140円です。一袋あたりもう514円ですよ。これは本当になかなかこの値段買えないです。いや本当そうなんだよね、うん、多分飲み比べてもらうと絶対わかると思うんだよね、うんうん、この値段で出てくるお茶じゃないですね、そして伊藤さん今回特典もあるんですよね、はい、ありがとうございます。伊集院さん、はい、さらにですね、はい、特典といたしまして、静岡県の浅間神社でご祈祷した来年の干支牛のですねおみくじ入り干支飴をお付けいたします。この芸春用のお茶でね、皆様方良いお年をお迎えください。ありがとうございます。なお12月18日までのお申し込みで年内にお届けします。別途送料を頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品送料などについてもお問い合わせください。また TBS ラジオのホームページからもご購入いただけます。お電話つながりにくい場合はインターネットご利用ください。 TBS ラジオショッピングでした。いやなんか このコーナーと少し関係ないんだけども、伊藤さんがねたまにこうお茶を送ってくださるんですけどね、その時に、はい、川根の大福を送ってくださる一緒にね送ってください。これがこの伊藤克美茶園のお茶と、うーんもう飲んで食べるとあんな幸せな時間はないよってぐらい美味しくて、伊藤さんこの場ですいません、いつもありがとうございます。こちらこそ、とんでもございません、ね、コロナが平らになったら逆に川根の方に行って、そちら食べたいし飲みたいと思っております。了解しました。ぜひぜひ、はい、おいでくださいまし。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。長野新潟エリアで美味しいエリア拡大中。おすすめ美味しい味噌ラーメン食べてみて。ごめん別れよう。え、私張替弥生、都内勤務のアラサー OL、 今日は彼氏と記念日デートと思いきや振られました。畜生、結婚ちらつかせたのが時期尚早だった。だってもう4年も、ああ、去年買ったお揃いのマグカップ、捨てよ。というかもうこの部屋が嫌。カーテン変えよ。写真もポスターも、というかもう壁紙も全然違うのに張り替え。わ、やりすぎ？いや、ありだな。インテリア用接着剤の総合メーカー。やよい、科学。東京都からのお知らせです。俳優の吉澤久志です。新型コロナウイルスに感染した時、周りの人のおかげで僕は救われました。互いに支え合うこと、性別、年齢、国籍、障害の有無、そして感染症、今こそ大切なこと。12月4日から10日は人権週間。TBS ラジオ伊集院光とラジオとおっちょこちょい話、安田コレクション。さあ、ちょっと時間はないんですが、一枚だけ。はい。取れたてのいいやつを。お、川口市ラジオネーム、ひよこっこさん。ありがとうございます。39歳男性の方、うん。ちょっとこの人の気持ちになって聞いてください。はい。先日、レンタカーを借りて出かけた時のことです。はい。買い物をしようとお店の駐車場に車を止め、しばらくして戻ってくると、うん、助手席のドア側に長い傷が入ってる。10円玉か。いや、もっと細い何か釘かなんかで引っかいたような浅いけれども長い傷。やな。もう人が信じられないぐらい、信じられなくなるぐらい腹が立って落ち込んで、レンタカーの営業所に連絡すると、うん、警察にまず連絡した後、レンタカー会社の事故受付センターに連絡をしてください、とのこと、うん。さらに傷の状況を説明すると、
ね、保険に入っていなかった自分は15万円の出費だとも告げられて、もう泣きそうになりながら110番に連絡、しばらくしておまわりさんが到着、状況を説明しつつ車を見てもらうと、はいはいはい、ん？これ傷じゃないんじゃない？これ、蜘蛛の糸かなんかじゃない？え？で、触ってみると蜘蛛の糸なんだ。そんなことある？もう、触るそばから剥がれていくんだ。警察の方に平謝りし、事故センターにこの間抜けな顛末を説明し、15万得した !15 万得したと思うことにしました。ボタンをどうぞ。金賞！いやー、おっちょこちょい怒ったらすごく食ってない。ラジオの前のあなたに質問です。歳のせいか肩の痛みが気になる。立ったり座ったりするたび腰が痛い。階段の上り下りで膝が痛い。あなたの痛み、どれに当てはまりますか？体の痛みが気になるなら、再春館製薬所の通算等を始めてみませんか？生薬の力で痛みを徐々に緩和します。お問い合わせは 0120-305-305 最春館製薬所まで。通産等は指定第2類薬品、薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。いただきます。おいしいね。愛に満ち愛されるスーパーロピア。ロピアで始まるから、試食生活ラブラブロピア。楽しく感動できるスーパーロピア。ここで B 型肝炎の方、またそのご家族の方へ、国からの給付金のお知らせです。国は集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方に最大3600万円の給付を始めました。ところが多くの方が未だに手続きをしていません。まず B 型肝炎ウイルスに感染していても病気を発症していないため放置している方が多いです。しかし健康な方でも給付の可能性は十分にあります。次に家族を肝臓病で亡くされた方も放置していることが多いです。しかし、これらが原因で家族が亡くなった場合、残された遺族の方は給付の対象です。最後に、この給付金ですが、1年半以内に期限切れになる恐れがあります。準備期間も必要ですので、今すぐお電話を。まずは、あなたやご家族が給付の対象なのか、無料でご確認ください。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの中村久人さん、お願いします。はい。菅総理が明日、東日本大震災の被災地岩手県陸前高田市や宮城県仙台市などを日帰りで視察する方針を固めたことが政府関係者の話で分かりました。まもなく官房長官が記者会見で正式に発表する予定ですが、視察にあたっては移動範囲が広いためヘリコプターの利用が検討されているということです。菅総理は就任直後の今年9月に福島県を視察しましたが、かねてより他の被災地への訪問にも意欲を示していて、国会が終わったこのタイミングで行くことを決めたものとみられます。アメリカ大統領選で勝利を確実にしている民主党のバイデン氏は8日、次期政権の新型コロナ対策を発表しました。来年1月に大統領に就任した後、最初の100日間は連邦政府の建物の中や飛行機や電車などで州をまたぐ移動の際にマスクの着用を義務付けるとした上で、さらに100日の間で少なくとも1億回分のワクチンをアメリカ国民に接種させるほか、その間に学校を再開させるとしています。一方、トランプ大統領はこの日、ワクチンについてアメリカ国民への接種を優先し、他の国への提供はその後にすると命じる大統領令に署名しました。トランプ氏はワクチン開発は自らの政権の成果だと主張しています。こうした中、 FDA アメリカ食品医薬品局は8日、緊急使用許可が申請されている製薬大手ファイザー社の新型コロナウイルスワクチンについて、治験結果を分析し感染予防に有効である可能性があると考えるのが妥当だと結論付けたレポートを公開しました。必要とされる2回のワクチン接種後に 95% の予防効果が確認されたほか、1回目の接種後にも一定の予防効果が見られたということです。
緊急使用許可承認の前提となる基準に一致と評価されたことで、10日に開催が予定されている諮問委員会の議論を経て緊急使用が許可される可能性が高まりました。アメリカの経済誌フォーブスは8日、世界で最もパワフルな女性100人を発表し、アメリカのハリス次期副大統領が3位に選ばれました。フォーブスはハリス氏について、アメリカの副大統領に選ばれた初の女性であると同時に初の黒人、初のアジア系であり、三重の意味で前例がないと称えています。また日本からは東京都の小池知事が63位に入りました。新型コロナウイルスへの対応によって知事選で2回目の当選を果たし、将来の総理大臣候補と見られていると紹介しています。ちなみに1位は10年連続でドイツのメルケル首相、2位は去年に続きヨーロッパ中央銀行のラガルド総裁でした。以上ニュースをお伝えしました。ニュースデスクの中村久人さんでした。安藤博之です。日曜日朝9時からはアップガレージプレゼンツガレージヒーローズ愛車のこだわり、独自のカーライフを謳歌するゲストをお迎えして朝から車愛を語り合う30分のカーマニア番組です。13日はロンドンブーツ1号2号の田村亮さん登場。ガレージヒーローズお楽しみに。時刻は間もなく10時56分になります。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井弘子さん、お願いします。はい、首都高速は横羽線の上り浅田で今2キロ半、生麦から10分ぐらい、都内側中央環状線の内回り小菅で3キロ、こちらも通過に10分前後です。東名高速をはじめ首都圏の高速道路はいずれも順調。神奈川の藤沢バイパスの上り藤沢市の白畑1丁目前にあった事故の調べ続いています。通りにくい程度です。千葉は印西印馬線印西市の笠上付近、事故で両方向通行止め続いています。都内は三つ目通りの内回り木場1丁目付近左側1車線規制になってまだ事故処理中、1キロ通過に25分です。五日市街道の上りは杉並区内の成田東1丁目付近先頭に1キロ35分かかっています。警視庁から以上です。警視庁の薄井弘子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報はこの後11時25分ごろ、ジェンス生活は踊るの中でお伝えします。プロのドライバーですから運転には自信があります。でも事故リスクは思わぬところに。え？日立物流が進めているスマート安全運行管理システム SSCV はドライバーの皆さんの身に潜むリスクを感知し安全運転を支援します。事故ゼロ社会を目指したい日立物流。さあ TBS ラジオ伊集院光とラジオとエンディングのお時間です。まずは本日の山崎翔ですが、はい、ガーリックバターソースを人間版チュールというねえ、はい、青い獅子さんには美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。はい、2020年個人的ベストバイね、うん、俺だからまだ買ったことないからベストバイではないんだけど、その皮かね、大福美味しい、うまい、ほんと美味しいんで、だから多分お茶の美味しいところが美味しいお茶菓子を育てるんだろうなとは思うね。お茶に合うんですよね。ほんとうまいんだよね。さあ明日のゲスト、はい、俳優で演出家の長塚圭史さんです。奥様は、女優の時は高子さんです。で、はい、お父様は俳優の長塚京三さんという、もう芸能一家ですけど、ありがたいことにご夫婦でこの番組を聞いてくださってるという。わあ、ありがとうございます。ちょっと嬉しいですね。キリさん可愛いっていうの分かるでしょ。もうめちゃめちゃ素敵。帰り際とかもちょっと可愛くて。はい。だ BTS 会いたい会いたいって言ってたら、番内松尾ね、高ガダルカナルね、で辻太郎玉袋のこの BTS、この BTS と焼肉を食いに行くロケをしてほしいですけどね。まあなんかやっぱりああいう俺よりちょっとお姉さん、実はねちょっとお姉さんなんですけど、年齢的には。でもなんかそれでもなんか明るく楽しく生きてて、なんか前向きでいて、なんか臆病なんだけど大胆で、うん、そうですね、本当
なんかいつもね、あの人と喋ってると僕はすごい楽しいなっていう感じになりますね。元気いただきました、はい、途中で年齢抜かれたのはびっくりしましたけどね。追い抜かれるっていう。ということでこの時間のお相手は安田美香と伊集院光でした。この後はジェンスーさんお休みで森田豊さん。喉に違和感があったら喉直接潤う龍角散ダイレクト第3類医薬品です。5本といえば龍角散が11時をお知らせします。